はい、えー。そんなわけでね、えー、やってまいりました。えー、切れ打ち囲碁ラジオ第2回ということで、えー、お疲れ様です。えー、野狐八段、えー、囲碁道です。野狐三段の元井です。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。元井さん、前回第1回でバッチリでしたかどうですかいやー、40点ぐらいかな。 八十点ぐらい。なるほど。なかなか厳しいですね。<laughs> 辛い感じしますね。はい。あ、じゃあちょっと八十点ぐらいに変えます。八十、ね。そうですね。私もまあそんなところですね。まあちょっといろいろ直したいなというところとか。え、直したいところありました？ いやありましたよなそうですね。そうですね。どこがそうですね。もうそうですねしか言ってねえ、俺、と思いました。<laughs> いいじゃないですか、イエスマンで。<laughs> いや、まあ、ちょっとよくなかったいや。イエスマン、いいですよ、やっぱ。いや、まあまあね、棋譜添削添削、まあね、直接言ってたけど、ちょっと長かったのね。いや,い,やい,やいや、いやまあ、すごいいいのか悪いのか難しいですよね。自分のがいいでしょう。問題ないけど、そうですね、あのもし例えば、その、気力を上達したくて寄付を送ってくれた場合は、 あれでどうなんだという疑問はちょっとだけありましたま、ね、あまあ確かにね。お勉強したい人は確かにちょっとエンタメすぎたかもしれない <laughs> そ。そうですね。そうですね。ちょっとあれですよね、はい。まあまあそれはそれでいいのかなという気もあります。まあそうですね。はい、もっと長くしていきましょう。 あ全然はい構わないと思います。あといろ、えー、んな方から物言いがあったのは、えー、寄付添削添削なのに、えー、囲碁口の方が添削してないというご意見を <laughs>、えー、随分いただきました。はい、あそんなそんな意見があったんですかそです、ね、その平にこ、ね、お詫びいたしますけども、まあ、ただ難しいですねいか確かにいや、はい、それは僕も反省があってなんかその <laughs> な,なんていうかな正しいことを言おうとしすぎましたよねなんかいやでもそれでいいとは思いますよ。 ちょっとね言いよどむ部分もあったんであれこれ正しいのかなとか思った時に何かすごい曖昧な言い方をして濁しちゃったりとか、はい、あまあでもしょうがないですよねこれちょっと難しいですよやっぱりあの教えるとなると私も嘘はつきたくないなと思いますそうそうそうそのねちょっとマインドが出てきちゃったんですけど、うん、いやでもそこはね,ねバックに五道さんという最強の指導者がいるんだからそあまあなんかそ、ね、適当なこと言ってもいいぐらい良、ね、かったのかもしれないし私もだから無理してでもちょっとあの否定するような <laughs> 怖<っ>、あのー、そうですね <laughs> 怖いよ、はい、だからあれですよね 寄付を提供してくれた方には損にならないように元さんを否定すればよかったかもしれないです。なるほどね僕はもういくらでもボコボコにしてもらって構わないんでそういうお笑いをちょっと届けていきましょう。ちょっと難しいですけどねやってみようかなという感じで考えています。いやいろ考えてまやいややっぱ見るとねちょっと見てるとちょっと思うところはありましたよね。はいはいはい。あとはあれですね前回第1回ということなんですけども私たち切れ打ち囲碁ラジオという。 ラジオ番組なんですけどですもうう切れていきますからちそねただ切れ打ちっていう,こう、ね、説明をね一切してなかったっ、ね、<laughs> 確かに切れ打ちって、はい、何なんだよってそうですよね,ね。一応切れ打ちというのはですね、まあ、イゴサークルあの我々あのうろうぼえというところにあの共通で、えー、所属しているんですけども、はい、まあちょっとこのラジオ自体は直接は関係ないんですけどね、はい、なんですけどその、えー、サークル内でですねはよく言われてるあのこう向きになってあのネット後を打ち続けるっていうのは、まあ、切れ打ちというということでね,いいですねリスナーの皆さんにると。いい おお伝えしておきたいなと、はい、このちょっと我々の共通点が切れ打ちということで、はい、ラジオ名は切れ打ちイラジオあ,あそうですねまあ共通点切れ打ち、はい、あでもやっぱごみつさんの切れ打ちと僕の切れ打ちはちょっとレベルがなんか3個ぐらい違うような気がしますけどね。そうなんですね。ごみつさんはだって一日に1日30曲とか打つ時あるでしょう、はい <laughs> そうですね私次の日が仕事でもやっぱりこう <laughs>、はい、徹夜してでも打ってしまいますから、ね、いやそれはねいや徹夜して打つっていうのは僕もなくはないんですけどちょっと一日30局みたいなことはあんまりしたことなくて最高でも10局ぐらいかな本当にブチ切れた時でも10局とかがマックスそれでも,けもまは許せないんですよねやっぱり <laughs>、はい、で負けてるからこう勝ちを取り戻そうとするともっと負けるう。でもそのままじゃ寝れないしなんかね<ー>アドレナリンが出てるのか そもそも眠くなくなっちゃうみたいな、ね。あ、そうですね。うん、それあるあるですね。意図<う>あるある。翌日超公開みたいな。意図あるあるですね。意図 <laughs> あ,あ,、ね、<laughs> あるあるですよね。というあの切れ打ちという共通点を持つ切れ、えー、打ち意図ラジオということで、はい。そうですね。 はいやっていきたいと思いますはい、今回なんですが前回と同じく寄付添削添削を再チャレンジしてみたいなと思っております寄付については先ほど本井さんにお送りしてまだあんまり二人とも見てないんですけどもはいもらってますえとこれ表示はできますかできます今ちょっと儲かずしに打っちゃってそうですね儲かずしになっちゃっはい素晴らしい着点ですねじゃあ前回と同じようにまず本井さんがちょっと意見を言いつつちょくちょく私が止めつつ えー、文句言っていくと <laughs> 添削していくという感じではい行き,、はい、きましょうかじゃあよろしくお願いします画面の方じゃあ今回の5万を使っていきましょうはいえー、とクロワさんとですね六、えー、時さんというお二人からいただいた曲になっています はい、えー、とどちらも今9位者ということで黒は、えー、さんの方が少し9位、えー、上なのかな、はい、といっても何級かっていう話で聞いてますはいわかりましたで黒さんの方が黒番、はい、黒番,番とはい、はい、っていう感じでございます、はい、わかりましたで一応互い戦だけど黒番の方が若干上手っていう感じなんですかねそうですねはい、はい、わかりました普段とはじゃあちょっと逆です、ねえー、白番の、えー、寄付提供者からのコメントだと、えー、52手目 の羽がちょっとあれだったかなみたいなコメントをいただいてます。私はまだ52でないですね。ちょっとストップしますか。そうですね。はい、覚えておきましょう。52、ちょっと忘れないように。忘れないようにね。忘れちゃったすいません。そうですね。難しいですから。じゃあちょっとこんな感じで見ていきましょうさす。早速やっていきましょうか。はい。はい。やっぱり右上スタートですね。まあ前回ね、左下からのスタート。前回おかしかったんですよ。はい、びっくりしましたけどね。はい、右上のはい、こもスタートで星、星、星と。ああ、いいスタートですね。 いやまあちょっと私からするとまず目外しがない点でなんかちょっとあれですけどね <laughs> あそれでもうマイナスなんですか <laughs> マイナスですねやっぱりちょっと、はい、それでマイナスなんで <laughs> に、ね、厳しいうろ覚えて私から散々話を聞いてるにもかかわらずいま、はあ、だにこんな不石なんだみたいな気持ちはありますけど, <laughs> ど、ね、まあいいですそうですね確かに数々研究、ね、ちょっとあんまり感じ悪くなっちゃうねやっぱり難しい <laughs> 難しいなはいどうぞすいません続けてください本当はここだったってことですかまあ本当はここってことですねあ <laughs> その位置がいいですね逆側の目外しはちょっと縮こまる傾向があるんでね <laughs> あこれはダメなんですか ちょっとやっぱ白盤気を付けなきゃいけないですね。高くかかられた時とかに。星に近いから。高木ですか？まあそれもありますけど、高目とかに黒にかかられるとね。はい。えっとで小目に打って下から打つんですけど。もうやめましょうよ。あ、そうですね。もうやめたい。もうやめたい。そうですね。続いていきましょうか。はい。どうぞ。じゃあ寄はいはい。かかって受けて。はい。あ、つらつけ二段かな？つけあ、つけ二段ですね。あ、でこの繋がずに跳ねるやつですね。はい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 。 なんこれは何か押しが先に決まるパターンのやつですね。で切って入、ねはい、げて取って当てて。あでこれで終わりとしたんですね。なるほど。つけ二段ちょっと私あんまよくわかんないんでまあこれぐらいなんじゃないですか。はい。なるほどで。ちょっとあれですね。あ当,てあ当てつがないですねいや私も。私もあんまりちょっと得意じゃないですけどてつあこれ、ね、てつがない。<laughs> 当てつがないですねそこ。まあ確かにこれついでも普通な気がしますけどね。 なんていうかちょっとポン抜きでかい感じもしますけどまあ継がないのもあるんですかねとは思いましたはいすいません続けてくださいはいはいでえっ、ー、とまあツけ二段ちょっと分かんないので放置しましてはいえとまた、あ、今度は左下に手をつけていきまして二間、はい、に開いてはい詰めて飛んで飛んあここで飛び、はい、と取りとはい、はい、ポン抜きを決めてはあ、はあ、滑っておすさんの方からいってはい、はい、で星に開き はあなるほどここまでなんかそんなに変な手は私はないかなと思いましたね。なるほどね全然ダメです。そうですかあどう全然なんかちょっと考えますから待ってくださいよ。えっとですね怖くなってるなんかこの3日間の間に何があったんですかいやいやいに入りましたからねまああの桃木がちょっと白よく感じるっていうのは私あるんですけどあそうですねここ左上ね。 はいまあ、全然ダメですっていうん元井さんの指導がですよ黒番のあの靴下は,は,、ね、は決して全然悪くないということははい,い、はい、努めて言っておきますああトでから滑りましたよね飛んでからこれから滑りはいじゃあちょっとこれがどうだったのかなと思います、ね、あ手を抜かれる可能性があるってことですかここでまあそれもありますし、まあ、例えば滑ったとしますよね飛ぶ前に先に全然ありますよね先に滑るはい先にスそうで,す、ね、で受けたと受ける飛ぶかなっていうところですよねここで飛ぶか まあでかいはでかいんですけど、でかいはでかいんですけどまあ滑ってある程度根拠を確保するような手だったわけですよね、滑りが。はいはい、そうですね。はい、この滑り。で、空き隅とかをで大きな辺とかを一旦無視して飛ぶのが、まあちょっと順序的にどうだったのかなとは思います。高度ですね。まあちょっとね、球技者の方にもしかすると、<laughs> はい、あの物言いしすぎかもしれませんけど、ちょっと頑張ってしまいましたね。なるほど。はい、いやでもなんかこの,か、ね、この飛びはね、はね例えば白からこういう 手段があるわけじゃないですか例えばこ,う、はい、こんな風にななにったとしてなんですごい大きな手なんですよ全然悪くないんですけど空き隅とかをこう一旦放置しても打つべきだったのかっていう悩ましいところですねなるほどねだからつまりこのこの締まりとこの飛びどっちが大きかったのか。で逆なんですよね今回滑りから飛びじゃなくて飛んでから滑ったわけですねでだから頭出して、はい、しかも、はい、なんて言うでしょうね相手が特別何もしてきてないのに一回滑っちゃったっていうのがね三々もあるとこなのに。 それはどううだったかなってたここ飛んだ分だけここはしっかりしてるからこの強い石から動かずにもういきなりバンと行ってしまうあそうですね一応言っておくと私が普段教えるんであれば、えー、全然この飛びは悪いとは言わないですね今回ちょっと <laughs> なるほど今回ちょっと急性に見ると急性に,に見ると, <laughs> 見ると手順としてんとは本井さんにはね 判断ですから思っていただきたいかなというね手抜きも十分あったんじゃなかろうかということですね特にこの板わけですから右上の締まりが大きくなってますよねそうですね確かにやっぱりその剣先をね硬い方向に抜けて厚みが働かなくしたかったのではなかろうかという感じでございますいや深いですねそっかそんなところまで踏み込まないと添削マスターにはなれないということいやまあただ私これあの無理くりこうやっていったから正しいのかだんだん不安になってます じゃあ、コメント欄でボロクソに叩かれることを期待しておきます。全然間違ってるみたいなね。いや、日本一間違ってるよって、ぜひ100個ぐらいコメントしてくれると、みたんな下がるかもしれない。クソが。すみません、じゃあ進めましょう。いやいやとんでもないです、先進んじゃいましょう。で、えっと、先ほどのこの飛びの、飛びと滑りに、何かしらのコメントがあったということにして、開きま飛び出てもすごい大きいですからね、全然。 はい初段ぐらいであれば全く問題ない手だとは思います。はいはい特に左は熱いですしね。はいというわけで開いてとまあ開きというかまあ三年生に近い位置っていうんですかね。あそうですね。はいに打って三三とはいはいまあまあまあありそうですね。でえっとあこれはなんか高断シっぽいやつですねこの伸びはあるやつ伸びてはいはいはいま普通のやつはねこここれがね昔懐かしいこの懐かしいやつですけど。 ね、まあなんかあれですねちょっと大人な打ち方をしてみよう,う、ねうん、打ち方してまと、ね。はいね、まあでこれも先に決めてしまうっていうのもなんかあれですねこの後の分かりやすい進行として私は結構好きですけどこうなると結構ね、まあ、なんか分かりにくいというか本当に上級じゃないですかです、ね、やってることが高段クラスというかこの伸びって部分的に損ですよねこのノビって一応今は全然問題ないですよ。 あの昔と違って今はこれもう完全にちろんもちろんそれはそうなんですけど<っ>それはなんというかねこの右辺側をものすごくなんというか上手に打つ必要がありますして白も黒もですけどはい、はい、そうですね、はい、それをね、まあ、嫌う手なのかなとこのはそうですねじっくりしてて面白いんじゃないですかねはい,はい、はいまあ、なんか勉強されてる感じですねこの黒の人はそうです、ね、この三のからこの桂馬に打つとどうなるかっていうのを。はい、で,、ね、でコスミで出ていって。 で下がりとああなるほどでこすんい飛んでこすみでこっちが行ってああなんかでもいい折衝じゃないですかこれ、はあ、雰囲気はありますね覗いてついで、はい、あで軽馬、はい、ここで軽馬か、はい、なるほど、ね、はいはいはいでこっち行ってはい、はい、あれなんか強そうですね二人ともなんか強そうですねなんかサッショの感じじ急いっぽい手がないですよ。 はい。おかしいな <laughs>。これだと僕がようみさんに怒れちゃう <laughs>。いやいやいや怖い<ー> <全然 S 2> 怖い。いええー、ちょっと待って急いしっぽい手がない。あこれか。ここでなんて言うんだろうこの手は。こすみつけ？こすみつけか。こすみつけですか。かああでもなんか別にありそうだけどな。うんでもなんか何も言わない何も言わないのはあれなんで。はいはいはい。こすみつけか。いや難しい。<laughs> 難しいです。 先生じゃあそろそろ私コメントしますか。はい。全然ダメですよ。全然ダメなんですか。はい。元井さん全然ダメですよ。え、ちょっと僕分かんなかったです。ま、こすみつけはないんじゃないですか。とりあえず、それはいやそうですよね。でもこすみつけ以外の手がちょっと浮かばなくて。ま、こすみ何のためにこすみつけてんのかってことですよね。それ。そうですよね。これなんですか。これあんまり意味がないんじゃないですか。いや、その例えばその何ですか。えっとその二つ右の一つ上って言うんですか。そこにクルーシが来てたら。あ。 だからそのこれ今コスミつけたところですよ。コスミつけたところの二つ右の二つ上に黒石が来てたら切断されないためにコスミつけたからなくはないこうなってたらこれでかけかけ継ぎになりますからね。はいはいこれなければないんだったらなんとなくでうっちゃってるかなっていう感じがしますよね。そうですねなんかそのかけ継ぎの形をなんとなく知っているとまあなんかこうなりがちですけどこれは そのとががってるところを繋がってているるころを感じそうですねあんまりちょっと意味はなかったかなっていう感じはしますよね。なんか他にもいろいろ打ちたいところはありそうなのにっていう感じですね。例えばあの左側竹ケになってますよね。<側>はい。竹フになっている<歩>左にくっついている白の石2つ 2>、はいはい、それは当たりされたらあのどっか破れますよね。えー と、例えば、えっと、今黒の、赤ポッチがついている。左上に当たりすると、黒からで黒、黒がそう、そこは当たりされると、あの、やめちゃいますよね。あ、確かに、そうですね。これ。これ、もう、逃げると。そう、もう逃げるとそう逃げるとえっと、その白石左から当てて。もう、これで、そうか。はい、これ、ちょっと、もう、と、ちょっとやる気があまり起きなくなってくるというか、はい、ちょっと厳しくなってきますよね。はい、はい、はい。はい、例えば、そういうところ守っておくとか。なるほど。はい。 がありそうですよね、やっぱり。ちょっと隙がある形になっちゃったのかなって感じはしますね。なるほど。そういうふうに教わるんですね。はい、あと、あとはあれですね。ちょっとコメントなさすぎたと思うんで、ちょっと前に戻りますね。もう前に戻る前にる。はい、前に戻ります、ね。これ、飛びどうなんですかねちょっと,と、この飛びは、もう一つ、三つかこれそれですね。ちょっとわざわざ穴開けるような飛び方だなとは思いました。ああ、そうなんですね。まあ、どっちから飛ぶかというのも一つのあれなんですけどね。 っえーとどっちからとっていうとそっちから飛んでしまうのも全然ありそうでしたしねあの弱,す弱くなりそうな石からっていうのはありそうだんですしはい、はい、あとそのその飛び方がちょっとどうだったのかなわざわざその穴ぼっ開けてるわけですね一見飛びってこののどきが弱点なわけじゃないですかはいはい、はい、それ出られた時にどうするつもりだったのかな、まあまあ、すぐは出ないですけどねす,すぐは出ないですけどあとでその出切りが残っちゃうし緩めて。 でも、それなんか、どう緩めても、最終的に霧が嫌な形だと思うんですよ。そうですね、なんか、例えば、はい、まあ、今、実践コスミでしたけど、まあ、なんか、な、うん、何かがあって、ここが、まあ、強くなって、で、はい、まあ、ここの出切りがうるさくなる。いる、ね、んで、いってもうるさくなるような。ことが、ダメが詰まったりすると、あるかもしれない。はい、まあ、ちょっと、なんか嫌そうな感じしますよね。へえ<ー>、はい。まあ、すぐ霧じゃなくても、まあ、何かしら起こってもおかしくない。 感じの形でしたから、まあ例えば二軒に飛ぶとか、二軒<件>、え,一え、何だ、穴を開けたためって言っらね、右にずらしてですね、しす少し離して、こういうこと？はい、これ,これも穴開いてますよ。まあ穴開いてますけど、遠いですから、覗きになってないですよね。ああ、なるほど、この石が覗きになってないとい,いん、ねはい、うこですね。そうですね。ああ<ー>、ちょっとなんか、はい、まあもちろんその取れるとか。 あの強烈に周り強くて全然その出切りなんて将来も生じないっていうんであれば全然ありだと思うんですけどちょっと穴開けたところにその形としては疑問は感じました。と、ね、いうところをスペックしないのがちょっと本田さんがアメリ斜めじゃないかなと <laughs> それはちょっと十五、はい、点ぐらい、ね。えっそんなにひどいやちょっとそれは言い過ぎかもしれないですけど <laughs> まあ極端な話オしが効くだけでもちょっと嫌ですよね。 さ、はい、普きのゴリ、ねはい、切リがあるから押しとかがねこれ受けなきゃあんないですねど、ね、どんどん押された時に、はい、あの下辺の黒がねちょっと心配になってきますよねここいっぱいオサえてここ例えばもう一回ぐらい押しを聞いてしまったとしてもし利いちゃうとこんなそうですねちょっと嫌な感じもしますよね多分。ええー、なるほど。はい みたいなところとかを考えるとちょっと穴開けれるのがどうだったのかなって思ったりはしました。はいはいはい、ってことはじゃあなんか弱い石から動くなったらこういう気持ちが、はい、まあ例えばそういうのが全然あるのかもしれないですね形が嫌だなと思ったらこうまあ,まあ例えばそんなんとか、はい、へえ<ー>。の方が、えー、安定してたのかなという感じですね。ししというよああそうなんですね。いやなんかこれねなんかその部分的な形として見る気がするんですよねこの切り違うみたいなとこがあって。 片方伸びてるみたいなところからんかこのんていうんですかまさにこの石が覗きになるように一見に飛ぶみたいなのってまあ状況によってはありますねそうそう状況によってよく見るような気がしていてんかちょっと例えばですけど右辺側のね星があるわけじゃないですかはいこの石がねそれの左下に肩とか使われた時に仮に受けるとするじゃないですか左下の肩だからそう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 これはいそうですね受けるはいで飛ぶとするじゃないですか 飛ぶこっち、はい、そうですね、はい、で普通割り込んだりとか伸びたりとかするんですけどなんかちょっと断点が気になってきますよねこういうなあなんかこういう手も。そうですねこれ結局どっかなんか守んなきゃならなくなりそうですしなんか何かしらのさ避けるというか、はい、あはい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 分断がねまあお互い様ではあるんですけどね。はい、いやあ高度ですね。 ちょ,っとちょっとその気持ちがねあの悪いかなという飛びなんですよね。やっぱり穴を開けるというのは。のはい。そんな、そうなんですね。まあ悪いってほどじゃないですけど、<laughs> その、ちゃんと読んで打たなきゃなんないですよね、この飛びは。はい,はいはいはい。という気はします。読んでっていうのは何を読むんですかね、はい。まあだから出られた時にどうするか決めとくってことですね。これを。はい。ちゃんと決めてるんならいいんじゃないですか。ああ、なるほど。今じゃなくても将来的にも。はい。 まあちょっと難しいことを要求してますけど、ねね、ただその穴を開けるっていうのはそれだけその形が悪いっていうことは感じてほしいってことですよね。はあ勉強になりますね。はいまあ、例えばさっき本井さんが言ってるようにその定石化されてるような運びでまあ出られても大丈夫とか部分的に絶対大丈夫っていう形だったら全然いいと思うんですけどそうじゃないんだったらその目の前に一軒飛びで穴ぼこを開けるということ自体がちょっとちょっと気持ち悪いんだよってことですよね。へえ。ばこれが全部その問題なく まあ、例えばコスミから進んです終わったとするじゃないですかこの辺ねはね、はい、実戦みたいに進ん、はい、そうですねコスミとかから全然進んだ後にこの右辺にねどういう形でさえ右辺の中に入られた時にこの出がねちょっと気持ち悪くなってきそうだなっていうことですよねそうですこのなんというか切ってあるこの白石が、まあ、最終的には強くなって、はい、この出切りがそうですね、まあ、極端な話は2線から飛び込みはあるわけじゃないですか常に。ははい、はいいここの、はい、こういう こういうのまあまあそうとかねそういうのでさえちょっと何か切りが何かちょっと見えてあんまり強くもう封鎖はできない形になってるので何かこういう感じになっちゃうとなんかちょっとどう止めていいのか難しいですけ、ね、ど、ね、こういう風になった時にここがどうなるか、はい、どうなるかとかはいまあ極端にそうは言たないですけど、まあ、形としてはちょっと穴を開けるのは考えた方がいいということですねそんんな未来のことを考えているんですね。 ああそでその読んでるというかはなんかそもそも穴ぼこ開けたくないなっていうなななるほど開けたくない,なっていこれ多分僕もこの黒ワさんかこの黒番でここに打った人も多分同じだと思うんですけど、はい、だから今この瞬間これがないからまあなんかいっかみたいなまあ、ね、ぐらいの感じそうですね、はい、なな多分ないですねはいそうですねこの瞬間は別になさそうじゃないですか白、はいね、もね、はい、めちゃめちゃダメ詰まっちゃうしこんな感、ね、はで、い。 だからな今この瞬間なきゃいっかみたいな感じだったんですけど目いっぱい競り合ってる手ではあるんですよねこのラインをねできる限りそのまあ例えばジオ将来囲うことを考えたらできる限り左側にこの黒のラインは寄せたいんでそう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 ですよね、はい、これよりもこっちの方がねそ,そうですね、はい、それ自体は全然問題ないんですけどただこの穴を開けるデメリットも考えた上で寄せたいっていう感じは思います、はい、いやー勉強になりましたありがとうございます、はい、今の発言はさんは75点ということで。はい 75点ということですね。ちょっとあれですね、なかなか変な汗かいてますね。これも前回の作業、変な汗かいてますね。よくないですね、視聴者のコメントに従わない方がいい説ありますね。いや、その通りかもしれないですね。コメント欄で道先生に対する罵倒をお待ちしておいすさっきからこれらの発言、全部正しくないんじゃねって気持ちでしっているような正しくないことはないんじゃないですか、わかんないけど。いや、汗かきますね。 はいはい、はい、いや、進めていきますか。いやいや、すいません、こちらこそ、えっと。で、まあ、そこの辺はね、私はあんまり違和感を感じなかったので、どんどんいっちゃいう。あ、これは自分たちの手で、えっと、実践は。そうか、コスミツケ議論し知ってて、戻ったんでしたね。戻って。はい、守ったのいいですね、これ。守り、あ、この守りも。はい、これはね、やっぱりちょっと、なんか気持ち悪いですかね。はい。なんか、この切りがね。そうですね。まあ、一応外側から当てて、何ともなさそうですけどね。これを考えるんですね。はい。まあ、ただ。 まあ今でもあるじゃないですかその何か破れそうなところを守るっていうのは全然あるはいはいはいそうですね、はい、だから、えっと、今の実践のこれはちゃんと掛け継ぎになってるわけですよねそうですねこれはここに石があるのでこ,は、はい、ここをツギますから問題ないんじゃないですかね肩ツギとどっちがいいのかちょっと悩めますけどね <laughs> それも高度ですね <laughs> まあそうですけどまあ肩ツギが継ぎとしては普通ですからはい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 掛、はい、け継ぎでもっと得したいような状況に掛け継ぎを打つと。 そうですね。今回この駆けつぐとさっと覗かれそうですよね。あ、さっともうすぐ。で、その列、ね、がないじゃないですよね。すぐ、ね。これが得かどうかってことですね。はい。ああ、なるほど、はい。まあまあまあちょっとうるさいことですけどね。はい。それはちょっと思いますよね。まあそうですね。でも一発これがきいちゃうとなんかね白全体の目が一気になんとなくね駆け継ぎの方が関係があるということで駆けあのこっちに駆け継いだのかなと思うんですけど。 実戦はねはい、はい、ただこう覗かれた時に結局どっちが良かったのかなっていうような悩ましいとこですねこれは吉橋とかではなく一応ね両方考えてもいいんじゃないっていう感じですね,今回ねあーなるほどこのこの形と次でそうですねこの形どっちが好きかってことですねここにつけた時絶対黒伸びないあ白伸びないですよね黒がその今の白石の上につけた時にはい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 白横に伸びないですよねこれは打たないですねはい。だこの白の伸びは良くないってただ黒のつけも良くないってなんで はいはいはいその良しはしをどう考えるかああそうですねこれをあの白番としてどう考えるかということでかけ継ぐかかた継ぐか決まるって感じですねそれはすごいことを要求してますねままあまあ良、まあ、し悪しとかではなく良、ね、<laughs> し悪しとかではなく <laughs> 一応こうやって考えてそうなんですねどっちがお勧かとかは言わないんですね、はい、そ,うそうですね正直私もわかんないそんなに違わないかなっていう感じもしますあ,あそういう感覚なんだ、はい、なるほど私ならなちょっと覗きが嫌なんで 片付くかなと思うんですけど、はい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 。それがはっきり悪臭とまではちょっと言いたくないぐらいの、はいはい。ああなるほど。はい感じがするかなと思います。あなん気分として嫌だっていうのはありますよね。そうですね。やっぱりただで抜かれるのがね。はい将来何かがあった時にそれがなんか視聴当たりとかになったらちょっと嫌じゃないですか。それは最悪ですね。そうで気分が悪いですね。本当に。特別ね片付いで悪い感じもしないというか、さっきのコスミつけもあって結構関係はあるとこなんで、はいはい。無理にのぞきを 受けるような形にしなくてもよかったかなっていうふうには思いました。なるほど、はい。すみません、ね、どうぞ進めましょうか。はい。で下半でこれいいですね。これいいですね。すごい。え？あこれ。はい,はい,はい、はい。はいこれいいですね。あそうですね。はい、こいっさ,さっきのあれですよね。当てから行くのかこっちの下から行くのか。こっちから行くのか。そうですね。まあそっちから行くと今度はの上のね黒石がちょっと傷つくところもあるんで。黒石。はい伸び伸びちゃうはい伸びちゃうことになると自分のね黒石がね。 上側の黒の一、一がちょっと不安になってくるじゃないですか。はい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 。はい。なんで下から当てるのも筋はいいですよね。明日から跳ねるのも。はい。なるほど。はい。どちそうなんだ。そうなんだ。はいはい。で、どんどん狭めていって。これはちょっと。黒、あ、白好調ですね。はい。じゃ、白じゃ。黒好調ですかね。はい。で、さっき言ってたこの黒一子ですね。まあ。当ては決まってないですけど。自分から当てて。 ね、伸びて当ててああなるほどこれ頑張って生きようとしているっていう感じなのかなえっとなかなか難しそうで,、ね、うでも、えー、跳ねてこれちょっと待って実戦どうなっちゃったんだ結局あここで一旦一段落と見てと一段落してますねはい、うん、なるほどなるほど、はい、あ脱出しようとしたけど封鎖されましたっていう世界なのかな感じなのかなはい、まあ、生きようと動いたって感じもあるかな そうですねここは、ねはい、当てから行くべきなんですかね、うん、難しいです、ね、難しいですよこれはい難しいですあんまり当てはよくないような気もしますけどね私もような気がしたんですけどどこを行くべきまずこ,ここはどうなんですかここは効くかもしれないですねはいまあ難しいけどはいまあ一回聞いたことにしましょうはい うん、でもその後いやでもやっぱりこっちから当てるぐらいしかないんですかねだ、まあ、とするとは考えてみたいですはい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 ,いやまあうまくいくかは一旦置いとくとして考えてはみたい感じがしますよねああなるほどこれでどうなるんですかこういうふうにどうなるんですかね、まあ、そうなっちゃうと今度は羽とかからこれも難しいですけどねうん、うん、これはんとなく雰囲気は出てますよね うんでも実践よりすでに良い気がしますね。例えばこうなって。とね、うん、うん、まあこれも難しいですよね。うん、今度は全部死ぬかもしれないっていう <laughs>、あの、恐ろしさもあります。なえっと。ついたりすると。まあ、あってとかもあって難しいですよね。これ。まあ、や、なかなか難しいですよ、これ。うん。いや、ちょっと分かんないですね。<laughs> うん、難しい、難しいところですね。いすねはい。なんとなく、なんとなくこれ。 もしかしたら白死んでたのかなっていう感じもする場面ではありますね。うん、ということはもうちょっと前に何か原因があるはずと思うとそうですね。うん。まあ角がよくないんでしょうね。角ってどれですかそれ,それ、あ、今、今の、えー、と白の手にこれです。これにこれ。うん、まああんまりちょっと形はよくない。 まあ黒黒はですけどねはい白だとあごめんなさい白か白番のこと言ってるのかごめんなさいはははいはい、はい白だとそこはだから裂かれないように打つべきだったのかもしれないですよねというとだから抑えるのが逆だったとかそうまあそっちの安全を考えるならね,そう,ねそうですねこっち中央側の白はねまだもうちょっと,と頭を出してるような感じです まあどっちもありそうではありますけどね。もし安全を考えるなら、そっちの方が、良かったのかもしれないですね。はい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 。二段バでもできそうですね。ね結構、じゃ、分かれ道だったかもしれないですね。<laughs> そうですね。まあ、それで悪いてわけじゃないですけどね。どっちかというと、黒のこのごちゃごちゃってやったのは悪い手だと思うんですよね。はい,はいはいはい。この後、はい。ごちゃごちゃっていうのは、この。そうですね。この辺。はい。なんか、この中、生きるために、ごちゃごちゃやったわけですよね。はいはい。はい。だから、コスミツけが、さっき、あの、元井さんのしてきた、コスミツけがなければ、部分的にはちょい。 はいこ,れね、これがなければ部分的にはまだ打てたんじゃないかなって感じすですね。確かにこれがまあ,、ね、まあ行ってパスというほどでもないかもしれないけど,いけどまあ,あんまりそ響きがない <laughs> 黒に対して何か例えば黒がここに受けないといけないとこだったら。 この手もあると思うんですけどこれ別に何かを受ける必要もなくて、はい、黒は割と好きなところを今打てるような状態になっすですねいろいろ打てたからピン、まあ、と継ぐみたいうな状態にはなっていてこの辺の金に対して、ね、緩和にはなってますけど、はい、そうあるけれどもまあその時に黒がね少し余裕のある手を打って実戦のね手を選んで打つと、ねはい、でこれ先手取れたのがねでかかったですね少し白厳しかってしですね。 はい。はい。あとはね、あのつ。継ぎましたよね、さっきのとこ。<次>あ、ごめんなさい、一一戻って、えー、そこですね、そこ継ぎましたよね。伸びて、除いて、いて継いだじゃないですか。<次>これ分断するとか、なかったんですかね、とかさ。えっと、ここで。ここで、例えば桂馬に二千に打つとか。桂馬、二千に桂馬。あ、今、まあ、一回継いでもらいます。継いで。ここ次は打ってから。はい、で、白から二千に桂馬です。こうですか。 例ですちょっと苦しそうに見えるけども出ると出るとこれはではダメです,で,すではダメなのかはいこれもうちょっとはまっちゃってますねあなるほどこれ切れないって言ってるんですね一応切れはしないのかななるほど難しいですけどねそのあたりがあるからねあたりどうするのかとか <laughs> その問題は解決してないんですけどこのあたりこれまあ逆ですねはい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  まあこれ捨てるわけですね一応。はい。で例えばまあハイコムとかして、ハイコム、いやつがなんでハイコムだよえ二線からはい。あなんか難しそうですねこれ。難しそうですよねこれなかなんかうんはい。どうするんだろう。かな,な,なか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 難しいですけど難しいですけど黒労一応取れもするのかな。ただ真ん中ぶち破られてるのもすげえ悪いですからね白。ぶち破られている。 はい。あたりにあのー、あここがってこと、はい,はいはいはい。そこが裂かれてますよね。そうですね。なんでまあ一長一短ではあるんですけど。はいはいはい。はい。ほ<ー>しし実際よりは多少良かったのかもしれないですね。実際ちょっと悪かったですからね。なるほど、そう考えるのか。すごいですね。講談社は。 いやいや、いろいろ考えてますね。はい、っていうか、まあ、あんまり参考にはならないですね。勉強にはない <laughs> 勉強に、私はなりましたけどね、その、給油したなるかどうかは分かんないですね。いったん、それは、はい、はい、別の話ということ。み道先生、難しいことを言いすぎている可能性があるので、よくないね、これは私のためにだと思いますけどね。はい、私のために難しいことを言っていただいている。 ちょっと簡単だね。何倍が難しいですよね。文句つけなきゃなんないかな。文句は私につけてください。はい進めていきましょう。はい、で左下はまあ一,一段落したと見まして、まあ、これは白は生きてますよね。はい、私もき、えっとまあ、ここに一眼があってここに後手一眼が二つあると思えば。えー、っとどうなのかなあでもこれ羽があるから、ね、後手一眼が三つぐらいですかってことは1.5眼ぐらいしかないです。え どうですかこうぐらいになかんであこうになるでも1.5眼ってことはできてますね。生きてます。ごめんなさい。生きてますね。羽が利くから生きてますね。なるほど。ああ、そっか。この。その羽が利くからね。はい。えっと。失礼しました。これ。多分生きてますね。はい。これ、羽ネけば生きるんじゃないですか。なるほど。はい。ハネが利かないとね。なんかあの、下辺が。 多分半そうですねんか半眼半眼半眼というかそうですね。な半顔半顔半顔という,という,とうことはここ,こ,こ,ここに先手一眼があってここに後手一眼が2つあるみたいなそんな感じですね。はい、なるほどね、まあ、生きていると。はい、生きてるですねで。じゃあまあ人ならなくということにしましょう。実はこの肩からいって はい、なんかこれもあれですよねよくなんか講談した同士の実践見てるなっていう感じの手を勉強してる感じ、ね、そうですね勉強してるというかいろんな人の対局を見てないと出ない手ですよねそうですねまあ肩からいってはい、ああー飛んでねあ、はい、よくある感じですねでここまでを決めて黒はもう一度中央側にいってとお中央にプレッシャーかけていきますねそこの白石弱いんじゃないのと言っていそうですねはいまあそれはいいんじゃないですかで、はい、えーっ とあハザ飛びという手ですねこれは。うん。これすごいですねここ大丈夫なんですか。いでもいい手なんじゃないですか桂馬ぐらいに打ってはい。なるほど別に分断はされねえぞと言ってるわけですねこのこの白は繋がってますと。おですね今繋がってはいないかもしれないですけど切るのはあまりいい手ならなさそうなはい感じではありますね。はい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 あじゃありありなんじゃないですかおすのもなくはないですよね。はいはいで黒はここ囲ったんですね。そうですね。ほうほうほう包丁な感じですね。で。 お白はそこまで行って、うん、で、あ二間開きというんですか、これ、あ<ー>まあ二戦だからあんまり言わないかもしれないですけど、2、はい、間に開いて、はいはい、あこれはなんか苦しそうだな、ね、これちょっと待って実戦どうなっちゃったんだ？これ全部取られちゃったりしてないですか？もしかして、なんか全部取られそうに見えますけどね。あでも見えない。来た、来<お> <laughs> た。これのまんまあの戦果ですね。これそうですね。こっち側で生きてしまえばこの白が。 まあ、元られたぞ、黒地ですからね、そこ。まあ、そんなでもないと <laughs>、はい。ああなるほど。じゃあ、白ちょっと。うまくやった感じゃないですか。うまくやったかもしれないですね。ここの。なんというか、さっき、えっと、囲った黒石、これがありますけど。この石がね。ちょっと、働きが弱くなりますよね。ここで、白地を持って生きるとそ、ね。そうですね。ちょっと白のその二線、二間飛びはちょっと良くなかったと思いますけどね。やっぱり分担が見,見えすぎててね。そうですね。これ。あ、その。結構頑です。その一つ前です。ごめんなさい。 それねこれかこここのの次白れれくないもう一個手前ですねこれなら切れないんでちょっとリスクがある手だったかなそうですねここまでいっちゃうともうどうやってもつながらないというかアルスブリならねまだね ああそうですねこれがよくある要請ですけど、まあ、これは要請っていう感じですかもうちょっとね、はい、大きい手はリスもとはいえまあ先手で決まるところなのかもしれないですけど手抜いたらどんどん入っていけばいいのかなっていう感じもしますしねまあそうかもうここに見合うものはないですよとそうですねまあでもちょっと今探してるけど別にそんなに。

すね、行き過ぎたこれですねはい,はい、はい、これはまあ寄せでも出てくるしなんか死活が絡む時もありますよね相手のこれで目を取るみたいな時もたまにあるのではいそうですねまあこれはよく出る手ですねでこれでよく出るえと、はい、絶対つながってるとこのはい、えー、白石は必ずつながっているとでこれだと先ほどのように繋がらない可能性もある、ね。これはほぼツがってないからね実戦, <laughs> 実戦はちょっとね繋がらないのでまあ 生きようと思うと、結構大変な思いをしますね。実際は、この辺全部して、ステイシージにして、こっちで。反対側でたそうですね。はい。あ、良かったって感じですね。まあ、そうですね。滑ってね。はい。一段落。はい、はい、はい。そうですね。そして。あ,あ、上辺のね。ここ、やっぱ、大きかったですよね。大きいですね。だから。白も、こ。ここでも、ここが大きかったですよね。やっぱり。 大きいですねそこ大もいやそっちこれより大きい気がしますよね,っこ,すよねこっちの方がそうですねちょっとその普通に寄せてしまうと足りないんじゃないですかね。はいはい、やっぱ黒がちょっとここまでポイントリードしてしまってるような感触なので,はい、はいでねね、ちょっとと白損したかなという雰囲気がそうですね苦みきみたいになっちゃってますからね。 で、えー、右辺の黒も大きい感じしますから白の陣地になる可能性のあるスペースがもう中央から上辺にかけてしかないのでははははいはいはい、はい、はい、そこはさっきみたいに滑られちゃうとちょっと地が全くないような感じになっちゃいそうですよね。はははいはいはい、はい、そうですすねねこれはちょっっっと黒が上手かったって感じででけどど、ね、なるほ実戦はこの、えー、っと右辺でごちゃごちゃやって、はい、えっと生きてからここに行きましたと。 まあこれは多分盤面ほぼ最大なんじゃないですかね大きく見えますねはい、ね、大きいと思いますなんでこれは素晴らしい要請、はい、まあ大要請ですけどの低下なと、はい、で受けてどんどん入っていってとあで受けてるようじゃもう勝てないと思ったんですかね,すねこっちに行ったとここに打ってるようではもう足りないと思ったんですかねまあそうですねはい。桁まただ桂馬でかいですね桂馬でかいと見えますね,ここねまたその中央に対して白地がなくなってしまうので 果敢にも付け越して切ってあこれはなかなかあなるほど、まね、あこれで止めたんですかあこれでも面白いですねおなるほどこれで止まったのであればはい、はい、付け越しはなるほどという感じですねそうですね,、はい、そうですね止めに行ったのであれば目的のある手なんで本当はでもここを継がれたらどうしたんですか、ね、こ,こ,こうですよねこれがどうなるんでしょう これは抑えなきゃならない 1> 1抑えるかその跳ねるかしなきゃいけないですけど 1> 1回はどまあ例えばそうとかうそうとか跳ねるとかはいまあこの辺でいなきゃならないですけどちょっと苦しそうですよね,すそうですよね例えばこうなっちゃったらかコスミぐらいでも、うん、まあ中央と繋がれそうですねが厳しいですねこれはそうですね,ですねちょっと厳しそうに見えます ななんでけしちょっと危険そうな香り,もありま,すよ、ね、まあまあ、まあ、ただただ押さえ押さえが先手かごめんなさい押さえが先手になるからこれはああそうですねあいやその切ったです切った,切った後に押さえが先手になるからまあ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 いいのかなあってちょっと待ってねアテて押さえが先手と言っているのは、うん、あいやいいのか今今当てて ここから当てて実践,実践に当ててここに進でで切った時に次げばいいんですねでここで次、ね、はい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 なるほど、はい、そしたらパポンと抜くしかないので、まあ、取るしかないとはいで中央こすり方さっきみたいにんか言ってっり、はい、これが良さそうですね、はい、なるほどこれで 逆に自分が分分がが断断ささの方が分断されてしまうそうそですねごめんなさい私さっきちょっと説明不足だったんですけど今の手を選んだ理由はですねちょっと戻っていただいてははいはい、はいはい、これでその先ああいいですね進んで、えー、出て切って当ててでこれ継ぐって言ったじゃないですかここで継ぐはい継ぐとビタッとこう2線に抑えるとハね出し効いちゃいますよねああなるほどこれがあるからなん,かな,、はい、なんで先に当てるんですね だから、あと、つがずに先にあって打ってから、あ間違えた。いやいや、一回継ぐと、今度はビタッと押さえられないですよね、取られるから。これがこうなっちゃうと。はあ、なるほど。の方がよさそうかもしれないですね。はい。中央、やっぱり今、どっちが先に打つか、ものすごい大きな話なんで。はいはいはい。前転の方が勝ち高そうですね。ああ、そうですね。ああ、そうではいなるほど。それはすごいな。なんか、やることやってからつぐってことですね、だから。 でまあでもこんな読めたらこんなこんな読めたらあの世話ないですけどね <laughs> そうですこれで白が逆にねもう勝てますよねこんな読む力があれば、うん、なるほどここ中央でもう一手打つのが白か黒かというのはもう大き、はい、い,いですもんね莫大な話だと、はい、そうですねなるほどでここでじゃあ先手を取るためにすぐはずに当って切り実戦みたいにやった方がいいで行ってから ちょ,ちょいいいかもしれないですね。はい。ただ実戦は取ってしまってここで封鎖になってしまったと。そうですね。まあこれも別に黒悪いわけではないですけどね。はい。ちょっと白もまあ打った手の意味は出てきました。そうですね。まあでもこうなるとちょっと白がまた得をしたかもしれないので、だから勝負手っていうぐらいの感覚ですかね。このそうですね。やっぱりここは封鎖しないと打てないって言ってたわけですね。はいはい。だからちょっと形勢が悪いと見て、まあもしかしたらうまくいかないかもしれないけどっていう。 好きですかね。はい。封鎖しに行ったっ、ね。あるかもしれないですね。結構。はい、はい。で、ね、はい、はい、あるてですか。線はちょっと行きました、はい、はいはい。で黒もそこから動いていったのか。なるほど。そうですね。これんどうなんですか。これ直接動いたらダメなのかな。えー、直接動くのもあるかもしれないですね。ちょっと読みきれないですけど、角とかが怖かったってことじゃないですかね。角。こ<れ>そうそうそうです。もう全部取りに来るっていう、ね。ああ、それは激しいですね。 はいこういうのが怖かったんじゃないかなよまあそうですけどこれ普通に寄せ合うと白負けますから。ああそういうことかもう形勢を意識してもうこのぐらいやっていこうっていう。はい、そうですねはいああなるほどっていうのはあるんじゃないですかね。じゃあ黒は、はいまあ、私もちゃんと数えたわけじゃないですけど黒はなんかこれすごいなんか形勢を意識してる感があってなんか立ちました風。そうですね ど、はい、ましたっていうと何か嫌らしい人みたいですね。ちょっとだから黒もまあそうですねここね<い>せっかくいいところに切りが入っているからまあ動き出すのかなと思ったんですけどす、ね、はいなんとなくちょっとちょっとね追求不足の感じはしますよねまあただこんなんで捨ててしまっても、はい、この切りの一種を捨ててしまってもまあ全然いい,しょうい,いわけですねきっと、はい、はいはい。 まあでもこうなるとまあ確かに白もねこの石を取りに行かないといけないからこういうのが効いてこういうのが利いてです、ね、これちょ,っとくちょっと白失敗しましたねやっぱりはい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 でこうなっちゃうと、うん、これで結局なんかこの辺で白地が破られてしまったんで中央もねちょっとねこうなってくるとまたさっきのその覗きがね覗、うん、き 白のそのカけ継ぎのところの覗きってですか。ああはいはいはいこれですね。気持ち悪くなってきますもんねこれ生きてんのか怪しいなみたいな。らしいっていうところですよね。そっかここずっと焦点だったんですね。こんな未来になってこのカけ継ぎだったか。まあ本当はだからそうですよね。ちょっとこれを覗きが聞くと気持ちは悪いですよね。そうですまあまあもう受けないのかもしれないですけど。あもうもうもうこれぐらいで。 まってた、ね、ら2子取られるのも嫌ですからねでも <laughs> こんなんなってんうんちょっとこれ嫌嫌っていうか生きてるかどうかそれは定かではない感じになってまてすよねうんまあこの辺はちょっと厳しかったですねやっぱりだから黒が上手に打ち回しちゃってる感じがしますねうんうんそして、えー、中央が破られてしまって,ってまあ間違えた、えー、実戦はあやはり守って、ねはい、まあ守らないともうね生きるか死ぬかの話になっちゃうから そうですねここは必要ですよね必要がないですよねはい守り必要いますで黒もここここでもっと盤石にしていくっていう感じですかうん、そうですねで飛んではいはいもう紛れがないように一つ前おかしいですその並びちょっとなんかあれじゃないですかちょっと軟弱すぎ紛れをなさすぎ次混じるんですよこれで覗きなんだそれちょっとさすがにあれじゃないですかまあまあ な覗きが嫌だったのかな、その逆側の。こうなったのか。ちょっとでも、軟弱な感じがする。視聴者のことに軟弱とか言っちゃってる。大事な、大事な視聴者が思われてしまったから。もうこれの突つましょうよっていう気持ちはありつなるほどね。軟弱ものはここでいいけど、軟弱じゃないという人。いや、結局さっきと同じですよね。穴を開けた形になってますよね、手を抜くと。そうですね。 ちょっとねこれがまあでも白もすぐ打ちたいですよねやっぱり覗いたからにそうですねまあ複雑ですけどねダメがお互い詰まってるからちょっとどうなるのか分かんないですけど並びはちょっと弱かったんじゃなないいいいいかかはははは次もしくは並びの1つ上ぐらいはまだ分かんないでもないですけどねこれはいこれだから出てきた時に片方かは駆けツギになってるでしょってことですね。あーなるほど はい、だから切った時にはまあ捨てることもできるし下,下から当てあの一瞬逃げ出して当たりにしてねそっ、はい、ちから脱出するとかなるほどみたいなね言い分も分かるんですけど並びはだからちょっとその点がね頑丈すぎたんじゃないかなとは思います <laughs>、はい。これがだから勝ちましたですかそういう部分もありそうかな一応継ぎた時にあもしねそのナラブズについた時にね 白が、えっ、ー、と、天元の白あるじゃないですか。はい。こっからかのコスミで覗かれるのが嫌だったのかもしれないです、ね。逆側です。逆側です。はい。逆側。はい。これについた時に、切断みたいな雰囲気が出ますよね。ああ、なるほど。もしかしたらここ、そういうの考えて。てうそうですね。それが嫌だったという可能性はあります。ああ、それすごいな。まあ、一応持ってるような気もしますけど。はい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 。はい。 ただそういうことを考えたのかもしれないですね。なるほど、はい。であればまあ確かにそこまで考えてちょっとああやばい失敗したと思って並びに戻ったんだったら全然あるじゃないですか。そうじゃなきゃちょっとその硬すぎたか,かなって感じですね。すまあ確かにせっかく飛んだのにこれに対して引くっていうのはちょっとなんか糸、はい、が変な感じします糸、ね、がよくないというか。<laughs> そ,そうですね。これどうしたっていうなん、はい、で打つかっていう感はありますか。そう,そう,、ねはい、うーんなるほど。 なんか、ああ、やべえ失敗したと思って、変な手が見えたんで、守ったんだったら、あるのかなと思います。はいはあ。なるほどですね。はい。すみません。はい、進みましせん。<laughs> い,えいえいえいえ。で、ええー、と。えうんと、これこうなって、こうなって、これで、これで。し,としてますね。で、と<で>。とちゃっといって、ここ切ろうってことか。いや、そこを切ってもね、今は間に合わないというか、黒繋がっちゃってますからね。そうですね。 はい。とはただ中央はちょっとまとまりましたよね。えっと中央って言ってるのはこの辺ですかそうその辺は地になりましたよね多少。はっ、はい、飛とびは切り離したって感じですかそうですねあとはまあ中寄せぐらいですかここが一,、ね、一段落するともう寄せだと思うんですがはいあとは寄せて、えー、終わりって感じですかね。 おそらく途中で、えー、中央しと言ってるから投げたのかなあそうなんですね。はい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 。あ、ただもうちょっと進めてみますか。こっちの方が大きかったんじゃないですかこの辺よりも。えーっとこの。でも中央でもこれ先手かさすがにこれは先手,先手かもしれないですから。うん、これも守る必要がある。うん、それも先手かもしれないですからこれが。うーん、こっち あ,あかもしれないですね。そこはでかそうですね。確かに。はい、そうですね。こ下辺はね白から、うん、最大の手ではないんじゃないですか？効果、効果、はい。うそうかもしれないですね。はい。なんかここがちょっとこ,っこ,、ね、この穴が気になりますけど、まあ大丈夫。そうですね。ちょっと気持ち悪いところではありますから、あんまりあんまりいい、別に白からはないんじゃないですか。だから黒も小詰付けぐらいでごまかせるから。はいはいつ、はい、けじゃないかな。うん。 まあ多分死活に関わらないですよねこの寄せがこの寄せを打つことによってこの下辺の黒一帯が全部死んじゃうとかだったらこの抑え超でかいですけどなか難しそうですよね死ぬのはまあオ抑え自体はすごいでかいですけどね次のハが先手ですからまあただねこれも多分先手コスミけの方が大きく見えそうですねはいのでまあこっちの方がね先に打つべきなのかなとはいで白がだから先着しました、ね、だから白は。はい いいところ目がいってるよま、ねはい、な形もしまね。形もいいですよね。はいで、膨らんでね。おお<ー>、なるほど、こうなってね。で,はねてで、ここはまあ、しょうがないところですね。ここもまあ、受けて、はい、えあそこから。はいはい。んんつながるですか、これ。んでも、死にましたね。あれこれ、何がいけなかったんだちょっと待ってくださいよ。えーと、まず。そんなところではないはず。ここで取って。振りがよくないんですか そっか、それ繋がろうとして得しようとしたけど、そもそも目があるかどうかうです、ね、そうでますよね。はいなんで、この時にカけツぎかなもう、ここれを打つしかないと。はい、こうするしかなかったところです。多様な気がしますね。はい、しょうがないですね。まあ、でもこれ得、得をしようとした結果ですね。ねまあそう、そういうことですね。っまあ、生きてたら得なんですけど。 はい、ここにはね目ができないんでねどうやってもそうですねでこういったじゃないですか、はい、出てアたりに生きればよかったですね <laughs> ああなるほどここああそっか,かっそっかそっかそうですね確かにそっかまだ生きれたんだだから、はい、黒も先に置けばよかったですねそうですね黒もだからここで当たりにまあ聞いてくれると思って当たりを当然打ってるはずなんですけどこの当たりは聞いてくれないと思うと、はい、もうここに行かないああ間違えたここに行かないといけないとこれならそうですね大丈夫で全部れますよねはあ、い、なるほど それすごいなでもただ本当はね本当はワタった瞬間黒に置かれて失敗なのであそうです、ね、本当はもっと早い段階で置かれてこの瞬間置かれて多分ダメなんじゃないかなこれだってどこにも目ができないですよねこんなことやっここなん多分できない感じしますねはいここも繋がんないですからねそうですねちょっと中で一眼作るのはさすがに難しそうですからうん,うんこんな感じで。 なるほどだから隅にな何,、はい、何とかして目を持たないといけなかったですね白はそうですねで実戦はえっともうこれ、えっと、ここで置いたと死んじゃったのかそうですねこれ死んだのはだから黒素晴らしいですねそうですねここの瞬間置き以外ないですかだから唯一の殺しい手段ですか<ー>これだとしたら相当だ 多分そうじゃないですか。そんな感じしますよね。ここだとダメだし。気がする。これは絶対ダメだし。そうですね。だから、唯一。多分大きいしかないんじゃないですかね。ああ、だからこれ、素晴らしいですね。唯一の手に気がついた感じ。うん。はい。で、あとはもう、ここが死んでしまったらね。さすがに足りないですね。大変なことになっちゃいましたね。はい。あとはもう寄せを打ってるような場合でもないというか。 でこれこもなんかだって死んだ感じ,な感じここもすごいですよ。これ大丈夫なのかいや多分大丈夫じゃないんじゃないですかこれ死んでるここで、ね、ような感じこれで、はい、投げたってことですかね。あーなるほど。ここも死んでしまったと。ここはじゃあどう行ければよかったんですかね、はい、こうなって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 、ここでここ。えと、難しいな。もうなんかダメを連れてった。ここっ 段階で何かおかしいだと思いますけどね。これがダメってことですか？そうですね。その手危ない手ですよねなんか。それで石取っときよかったんです。ただ単にこれで、はい黒の中央の石を切り離しておけばあそうか。これはわかりやすいですね確かに。全ここに位置があってはい。でそのここに位置がありますからここに位置あってはい。まあこれで生きていると。 生きてると思いますねこれ確かに分かりやすいですね。でこの一目ちぎる手も結構ね大きいですからね。だからそこを継がれたら死んじゃいますからね。うーん確かにこう。そうっすね実戦みたいにねここを継がれた時に目が一気になくなるというか。多い感じしますよね。はいはいはい。雨じゃないのかな一応ついて。継ぐっていうのはこれですかはい。これで こう以外にはならなそうにしか見えないここにまあねこうが一応残ってるけどけどこうになってないような,な気もしますよね、うん、これこういくのかなでその下に置いてこうですか、はい、いいですよいやいや,いやあこう今の手はいいんですではい。その下につけて白はこれ引けばこうなんですよ引くこれでこうに、はい、これでこうですえー、っとそれで えっと、ピチッと継ぐって言うんですか。えー、っと、今黒が継いだつ、二、三つ右の。え、これ継いでいいのか。はい,いや、そっちじゃないです。そっちじゃないです。その右下です。そっちを継いでこうなんです。あ、そうですね。はい、はい、はい。なんで、まあ、ちょっとダメですね。やっぱり。なるほど。じゃ、やっぱり、まあ、どこかで、これを打った方が分かりやかた。そうですか、ね。これ寄せとしても大きいし関係もあるし。 なのが変ですからね。はねて。はね。はね。はね。あ、いや、あの。白。あ、これですかですはね込み。実践のそうですね。それがちょっとよくなかったですね。やっぱり。あ、そうです。これだって、そもそも一目。ぐらい。そう。出して。一目なのかな。はい。ちょっと見ます。取られることを考えると、なんかよくわかんなくなる。これ。こっちからいって、黒もね、つがずにとってもいいし。そうですね。と思うと、これ。 まあ一目だとしても損ですね、あのよくない、自分の、め、その命を縮めちゃってるような感じで、ね。そうです、ね、これ当てられた時に、しつげないとね。そうですね。その一目の予選にならないので、でこれでようやく一目の予選が予定。これちょっと失敗ですよね。後手一目の予選になったので。まあなんでこれがね、えっ、ー、と、つがれると、えっ、ー、と、白地が五目減るとこなんで。後手五目。そうですね。ぐらいの手、だと思うと。まあ、上の方が大きかったですね。 はいまあ、何よりやっぱりちょっと全体的にね死にそうな形ではあったんでねそ <laughs> そうですねなんかなんかう、ね、どっかのタイミングで黒からね継がれるとそうですねこの瞬間これ生きてるのかちょっと私には分かんないっすよねかなり怪しい、ね、かなり怪しいというか死んでるように見えるというかい <laughs> 一眼ちょっとぐらいしかないですよねそう ですだってこれツいでもなし、ねはあ、一眼しかないような気がしますここななしどこをついでも目にならない、ね、そうですねダメですねだからそうですね厳しそうですだから黒からも実はだからこういうとこ打ってないで実はこの次が最大だったかもしれないという話はありますねまあそうですねはいなるほど白でかいですねもう勝負決まっちゃいますからはあそうですねまあちょっと後半はまあしょうがないですかねこんなところですけどまあそうですねこういうことが起きるのが 以後の楽しいところですね。そうですね。白もそんなに悪い手を打ってるわけじゃないんですけど、黒がね、ほとんど失敗しなかったので。はいはい。その分ちょっと差が離れていったのかなという印象があります、ね。ますね、ちょっと序盤戻ってみますか。やっぱり序盤重要ですからね。はい、どのぐらい序盤ですか。このぐらい。まあまあまあこの辺はいいとして、はい、で進んでて、えー、飛びもいいとして、三三も全然問題ないですよね。まあ、すぐ出切りがどうだったのかというのは難しいです。あ、この、この瞬間。 はい、あのもっと前ですねはいこれかけにたいあいやいやもっともっと,も,っともうちょっと前ですできできす,すぐできるんですかねあそこねそこねすぐすぐできるとこなのかがよくわからない<あ>こ,なこれかこれねはいはいはい、はいまあ、できるのかなできるものなんですかね私ちょっとあまりこの辺勉強不足でよくわかんないんですけどはいまあいいのかなできるりはいや定石としてはすぐではないんじゃないですかねどうなんでしょうねちょっと私もだってこれってこうなっても別にいいんじゃないですか まあそれもあるまあちょっとちょっと良くないと思いますけどね抑えとかされるとねああ、まあ、そうなの、ね、抑え抑ななくても嫌かもしれないですが形がねはいまあ切るできるの形自体はできるのはありなんですけどねすぐできるべきだったのかとかまあ出切り自体は悪いとは思わないですけど私はこれがはいその後の戦いでやられちゃった感じはありますよね出切りはまあよしとしてもはい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  っていう感じはあるじゃあできらない人はどう打つんですかもう手抜くここで手抜くはあるのかもしれないですよねまたちょっと抑えとかがでかいですけどねは手抜くはも,もしかしたらあるかな,ない、ね、これはしょうがないですよねでも手を抜いた以上は、ね、そうですねうん、なかなかこの辺はねちょっと難しい感じはありましたけどねはい、はい、どうだったんですかねだからこれ桂馬結構難しいんですよねだからなんかこういうのでもいいんじゃないですか あなるほどまあちょっとまあまあまあなくはないですはいなくはないですまあ定石としては多分ここで手を抜くっていうのが、はい、なんかよくありますねこれがよく見る、はい、形だと思いますけどそうで,す、ね、でなんか当てて下がるみたいなはいのが後々決まるみたいなのよく見ますけど、はいはいはい、まあそれもありだったと思います黒はいや桂馬はねもちろんその対善だと思いますけど<え>黒ですよ黒が ああ今からこうしてこうなって滑ったじゃないですか。しまったらよくないですか。右上です。これもう普通ですよねいい。いい形ですよね。非常にいい形ですから。まあかけは全然なくはないですけど。うん。けはね多分勉強してるんじゃないですか分かんないけど。そうですね。で出切ったんですもね。で出切ってちょっと待ってください。出切って引いて伸びてこうして下がって。これ下がるんですかそもそも。今下がりましたけ、ね、どえー、どうなんですか なんか私は違和感ありますよ。下がりあちょっと自信がないですけど今中央が忙しいじゃないですか。はい、これもうあの切ったわけですか中央が忙しいんですよね。そうですね中央が忙しいのに下がったわけじゃないですか。はいはい、これあの死んでるなら生きてないなら下がらなきゃいけないと思うんですよ私は。生きてるかなって感じするんでだから少なくともこうぐらいにしかならないかなと思うんで。 だったら中央をこすんとくとか、一見とんどくとか、でかくないって思います。はい。これ,これ逆にこするとか。はい、これ。これ。百丸そうですね。はい、はい。はい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 。これやっぱ中央が争点だと思うんですよね、私は。そうですね。まあ、もちろん、その羽根継ぎの先手みたいのが、なんかあったら、嫌だったっていうの、あれば、わ、気持ちはわかんないでもないんですけど。うんうん、中央行って、先に行かれると、すごく不利なので。なんとなく、打つなら、先に中央打ちたい。 気持ちは個人的にはあります。ああ、なるほどね。まあ、なんか嫌な思いしたんじゃないですか。はい、わかんないけど、まあ、そうかもしれないですね。う、は、ん、い、わかんないですけど。うん。まあ、難しいですけど、ね。この辺り自体は、あの、多分ある手っていうか、普通だと思うんですけどね。はい。普通だと思うんですけど、個人的にはちょっと中央を打ってみたいなっていう気持ちはあります、ね。打ちやすいんじゃないかなっていう感じです、ね。まあ、そうですね。二目だと、どうしてもね。黒からこういう手の後、絶対受けないといけないし。 そうですね、まあ、さっき言ったみたいに私はできるよりは先に何かほの,のところに打きたいんですけど白としてはね本当はねはね、い、これ今死,死んでないんで、はいまあ、そっち行きたいですけどまあできるんだったらちょっと中央を打ってみたい気持ちはありましたね。なるほど。はい、まあ、おそらく下がりとか跳ねツぎとかは全然普通の手だと思うんですけどこれで切って実践の流れですね。 難しくしちゃったなっていう感じはしますよなるほどですねじゃあもうこの瞬間に右下白っていうのは生きてると見るんですねに生きてはいますねああそうなんだそれはなんかよくわかんなかった <laughs> まあ羽に押さえて羽に押さえてあ間違えたえー、羽に押さえてどうするかってことですねこれいたら下がればぐとかけつぐしかないですよねそうですね、はい、そしたらまあいっていっていけると下がってはいこれ生きてますねはいはいはい まあただこの羽根ツ戦先手ってでかいのでまあそうですね、はい、このね黒のね黒自分を頑丈にしつつ相手狭くしてるんではい、はい、でかいのでかいんであ気持ちはわかるしあの全然下がるのはある手だと思うんですけどまあ中央の争点がやっぱりこのアマチュア同士だとすごく大変なのではい、はい、なんとなく私は中央を打つのが好きではあります。はい、なるほど、うん、じゃあ今日のの一手はこのコスミ <laughs> 難しいですけど多分正しくはなんかあのプロの対局とかで見そうな打,って打ち方ですよねまあそうですね中央は絶対取られないんだそう,う <ん S 2> 取られないというかうこっちが。ありそうですね全然悪くないと思うんですけどこれでも得するんだぞっていう感じですよね。実戦の打ち方でもねまだ白さっき言った通りまり打ち切れたと思うんですよね全然どっちか弱いし2箇所ですから先に中央打っとくのもなんかあったのかなと思ったりはしますね。 なるほどですねそっか切った以上はまあ確かにその石をね、はい、責任持ってまあ、もうちょっと安全なところまで処理していくっていうねそうですね気持ちは確かに必要だったのかも、はいまあ、そんなにね白悪い手打ったって感じはなかったんですけどねちょっとやっぱり少しずつ黒が良くなっちゃったっていう感じですよねどっちかというとそんなに間違ってはいないですよね白もなるほどうん ありがとうございます。そんな感じでちょっと長くなっしいまね。はい。長くなってし何かあるかな。他あったらあと20分ぐらい喋っちゃうかもしれないから、まあこの辺にしましょう。結局私、あんまり文句言ってなかったですね。いやいやいや。いや、やっぱり難しいですね。2人で検討するコーナーかな。いや、そうですね。なんかそう、そうなりがちですね。いや、じゃあもうちょっと研究していきましょう。やっぱりそのもともとのね、その理念であった寄付添削を添削するっていう、そのやり口はちょっと。 保ったままちょっとどううやっっててるかか研究ししいきましょょこれからちょっと高度なことになっちゃったりね。い<や>そうですねなんか合ってるのか自分でも正しく <laughs> 正しいのかどうかよく分かんないこと言ってることになっちゃってるなみたいな、ねそう。だからいやなんかそういうエンタメになればなそれはそれでいいのでコメント欄でね僕らの悪口を書いてくれるとなんかコーナーとしてしっかりするような気がするんで。皆さんからの,、はいあの なんというか、寄付添削添削ですか。僕のコメントに対する添削だったりだとか、はい、逆に五道先生に対する寄付添削添削の添削コメントだったり。はい。っていうのもお待ちしてますんで、ぜひお願いします。よろしくお願いいたします。はい。はい。というところで、じゃあ総括しますか。私の寄付添削、今回、星いくつ、はい、何点でしたでしょうか。えー、まあ、難しいところ言いますね。はい。じゃあ、ちょっと厳しく。厳しく。<laughs> 厳し そんな間違ってなかった。<laughs> いや、<laughs> はい、まあでもそもそも私の添削ではなかったような気もしますからね。まあ、なんか、なんかあ,すね、あんまり私からコメントしたところがなかったから。そういう意味では、70点としておきましょうか。あ、やったありがとうございます。前回と一いですね。ね、はい、ちょっと高く,高くなっちゃいますね、やっぱりなんか。<laughs> うん、まあ、優そんなに間違ってはいないと思いますね。やっぱり、いごみち先生優しいんですよ。それちょっと良くないですかね、目が目が優しい いやよくないですね優しいところが、<laughs> 私のいいところが出ちゃってますね。そう,そうそうそう。やっぱ人格八段なところが出ちゃってますね。そうそうなんですよね。ちょっとすいませんね。なんか隠しきれずに。ちょっと本当はコンセプトに沿ったトップしたいんですけど。<laughs> ついついね、ちょっと元のやか <laughs> なり。一生懸命キャラクター作んなくても大丈夫ですか。かなり今回厳しめに言ったんですけど、あの、元井さんにというか、 よりかはあの投稿者の方に厳しくなっちゃいまね <laughs> そうですねはい、なんかイチャモンつけてるな俺なストレスが半端ないです打ってる人に対してめちゃめちゃ文句を言っていたような気もするんでそうですね,ですね、はい、なんか変な汗かいてますもんそうですねまあそれに対する <laughs> じゃあ,あの怒りのコメントもお待ちしてますそうですねはい。もう二度と投稿しないというような気持ちではい。コメントいただけると幸いです <laughs> 怖いな本当に怖いそんなわけでじゃあちょっと寄付添削添削コーナーね第二回の方が迷走した感じはありますけどまあ以上にしていきましょうかね, <laughs> うねはい ありがとうございました。ありがとうございました。えっとクロアさんと六時さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、これにこれずにまたちょっとね、あの投稿していただいて。ぜひお願いします。<笑><笑>ぜひお願いいたします。はい,はい。はい。そんな感じで、えー、寄付添削転作コーナー、えー、終了となります。はい。はい。もうでも結構な時間が経ってしまったんじゃないですか。いや、<れ>いいですね。1> 1やっぱりいくらでも喋れますね。まあいくらでも喋れますよね。まだちょっとね、うん、はい。ちょっとあれかもしれないですね。まあ前回今回といろいろあの反省上げてますけど、はい。 序盤にもっと注目した方がいいかなと思いました。え、あ,あ、そうなんですか。まあ、これは私も悪い感じもありますけどね。はい。やっぱその、あ,あ、あ<の>そういう反省点が、ね。ここ難しい。ここ難しいですね。中央もいいですけどね。だかやっぱ序盤に悪いとこ出るかなっていう。はい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 。はい。まあ、調達するなら序盤を話した方がいいのかな。みたいなありまああ。そうなんですね。まあだエンタメとしては全部話してもいいかもしれないですね。そう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 。なんかその、ね、このだって結構最後の方まで打ち切ってるから、なんかね。まあ、そうですね。あの。 結構ポンポンいかないと本当に3時間とか喋っちゃう可能性ある。喋っちゃう可能性ありますね。いやでもそれもまた何か。テンポは重要ですね。すねはい。そうですね、はい。もうちょっとだから、やっぱり前回ぐらいの方が良かった説はありますね。なんかいやー、ちょっと長い方がいいすね。はい、やいや、あの長さじゃないですよ。あの <laughs> 長さじゃない。長さじゃない。長さ、あのトークの感じ、ね。あ、はい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 ,はい、はい。トークの感じ、ね。<笑><笑>という感じかな。はい。 そう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次のコーナー行きましょうか。はい、次のコーナーですね。はい、次のコーナーは、えー、なんとコーナーではなく、フリートークということで。<お>はい、フリートークやっていきたいと思います。<laughs> トーク力試されます、ね。はい、はい、試されますね。はい、ちょ前回のですね、ラジオとか、あの、元井さんとちょっと、えー、話している時に、ちょっと気になることがありましてね。あ、何でしょう。はい、あの、私、あの、まあ、目外しにこだわりのある。 ああ、変態でしたね。はい、すみません。まあ、まあ、いいですよ。はい、そうですね。木数にこだわりのある男なんですけど。本上さんはなんか、すの着点は何でもいいと思ってるみたいなね。ああ、なんでもいいとは思ってないですけど、木外しはないですね。まあ、まあ、木外しじゃなくてもいいですよ。星にこだわりがあって打ってはいないみたいな。こだわりがあるわけではないけど、まあ、なんとなく星しか勉強してないから、星ばっかり打ってますね。はい、いいんですけどね。やっぱりちょっと、いろんなね、すの着点をね。 検討した上で自分にベストなやつを見つけるのがやっぱりごうちの道なんじゃないかと私は思ったりもするので <laughs> そこをちょっとああの物言いしたかったりもするのううで元、ねまあ、井さんには、はい、好き放題言えますねはい、はい、なんでねちょっとそれぞれの,あの隅の着点についてちょっと語りたいなと思ったんですよはい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 、はいまあ、星なんですけど星元井さんはまず星ってどんな着点だと思って使ってるんですか、まあ、あんまり言葉しないといやっぱなで、ね、なぜ星なのかですかね星<は>なんですか 年は対称性がね、いいです、ね。ああ、なるほどね。やっぱ、も、三三も五の五もあるわけじゃないですか。あ、あ、確かに、ここもある。三三、はい、もある。あね、私は正中線と呼んでますけど、正中線上にあるとね。はい。あ、あ、確かに、ね。格闘漫画とかだと、あの、よく言われますけどね。はい、正中線って。はい、はい,は,いは,いはい。まあ、星は確かに、まあ、中央にあるから、バランスはいいですよね。どっちかに勝ったってないから。うん、うん。相手がどう来ても。 なんというかどっち側に打ってきても同じ形を作れるというお、そうそうそれがやはり対称性の美しさですよ、はい、それはいいよねはい、はい、左右同形中央に手ありというじゃないですかまあそうなんですけど<ら>それ中央に手あるから相手に手あるんですよね <laughs> 確かにだから三三が今いいって言われてるのかもしれませんが同桂ですからねはいっていう感じはありますよねまあ星ね星いいと思いますけどねスピード感があるって昔は言いましたよねああスピード感あるんですかこれ そういう話はありますね。要はなんかこの後の締まりが。えー、まあ、例えば小ゲーマに締まるとかありますけど。はい,はいはい。はいはい。小目の焦げま締まりと比べるとまだあの33とかつけとかが残ってて、まだ完全にその打ち切ってないみたいな。はい。はい。はいはい。なるほど。はいまあ、裾にかかるとかがあってね。まだこれがあるし、はい、こういうのもあるし。はい。こういうのもあるし。はい はい、なんでまあちょっと現代だとまたらどうかわかんないですけど昔はあれですよね。はいはい、え小木の縛りよりは星の縛りとかはまあ軽視されていたというか。あはいはい。急がないとされてた。これはなんかイメージありますね。はい。でも炭の価値としては星もけあの小木もまあそんなに悪くないんですよ。はいはい。っていうことを考えると。 星は一手で打ち切ってると次のだから一手の価値が少なくなってるでしょっていう言い分なんですね。ああそれでスピード感っておっしゃってたんですね。そうですだからぐに辺とかに行けると行きやすいと。はい、はい、はい。次の締まりの価値が低いから辺に行きやすいと。だからいろんなところにもう打ちやすいから<ー>まあ締まりを優先しなくてもいいからスピード感があるという考えなんだと思いますけどはははいはい、はい、はいまあ、そういうのを考えてまあ星を選ぶっていうのはありかなとは思いますね。 そこまでは考えてなかったです、うん、考,え考えてくださいよ。まあ、いや別に考える必要ないんですけどねなん,んとなくでも別にいいんですけど。はい、で一方項目はねやっぱりちょっと、はいまあ、当然隅に寄ってるわけですから、はい、地に辛いですよね。あまあ、一路寄った分ね,そうですね特にダイレクト三々のある現代では、えー、星って、まあ、自分の地ではないんですよね。 あまあ確かにそうですねあもちろん二段バネとかがあるから地、まあ、にすることはできるんですけどはいはいは一方小目はほぼ地と言ってもいいんじゃないですかねああそうなんだなるほど、まあ、通常の分かれを考えると大体小目側の地になるでしょうと,うとあまあでも確かに最近流行りのねこの高い係か,かりとかも、まあ、はい、はい、まあ大体ね下つければね基本的にはまあこれで隅は地だと、はいねはい、ああ間違えた間違えたえっ、ー、と飛んでから飛びとはい、はい 2千に下がるのを好むちょっと変わった方もおられますけどねうろ覚えにもおられますけどこういや引かずにねつけたあずにこれね二千に下がるこれも最近でも私竜志くん先生の動画好きなんですけど竜志くん先生がよく打つの見ますねこれもかなりいいっていう話ですねへえ私もちょっとあんまり勉強してないですけど確かにぶつかると若干若干ちょっと悪くなっちゃうみたいなねあそうなんですかぶつかるるの形っぽく見えんですけど若干 ちょっとその、この瞬間黒が、少しうまくやってるみたいなね。ええ、あ、このぶつかりが形っていう。世界はですね。多分引いてちょっとよくわからないですけど。はい。あ、まあ、か、あの、ここまあ、前に、あの、桂馬の話しましたよね。なんか桂馬に外した時。ぶつかるのが。あの、前回も出てきましたね。はい。これ感覚的にはぶつかりたくなるんですよね。<ー>黒からぶつかりもいい形なんで。黒から。のぶつかりも。はあ、はい。これいい形に感じますよね。はい,は,いはい。はい。っていう感じなんですよ。はい。っていうのがあって。はい。ぶつかりたくなるんですけど、まあ、ぶつかるとちょっと。 まあごめんなさい脱線してますねまあフリートークだから脱線しても別にいいんですけど <laughs> いいはいはいそうですねっていうのがもうあるしまあ低くかかったとしてもね低くかかったこれはねはよくもう一番あるかかりですね,、はい、ですねまあだいたい挟んだりするとまあ今だと書けるような展開が、ね、あこれをよく見ますねこう、はい、こうなるって,な,ってでなるとまあ基本的にはやっぱり字取れるような感じなんでこのかやっぱり字に辛いっていうのはありますよねなるほど通常の定石を選択するとだいたい墨が字になっていく。 そうですね、まあ、例えば昔懐かしの定石で例えば挟んだ時にあの低くかかって挟んで隅につけるのもありますね三々につけて、はいはい、でハねてハねて、えーはい、で膨らんで膨らんで、はい、で伸びて,伸びてで下がってみたいなねこれは若干どっちの字かは分かんないぐらいになりますけどねまあそうですね両方の字、はいえー、と昔だとケイ、えー、に打つのかな黒がですか、はいそうですね。 はい、まあまだこれ白の字とも言えないですからねこ黒から抑えると黒字だし、まあ、白は曲がっておいてるとかねはい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 これだったり、はい、これだったりが将来的にそうですね,、はい、ですねまあ曲がったら白字ですけどねまあただ大体えーまあ、黒もしっかり字を確保できるっていうのが小目の特徴だと思いますねやっぱり3の四ですか低い,はい,はい、はい、位置にありますんで、ね、うーん そんなこと考えてて打つんですねいいやいやだってあれですよ隅は俺のもんだ<な>みたいなそうですねやっぱりあの字が好きかどうかっていうのはありますよねまあ当然5の5を打つ人はそんなに字好きじゃないと思うんですよあそれは間違いないですねこれで隅が字だって言ってる人はなかなか、はい、ちょっとなんかあれですもんねなんか生い立ちにいろいろ問題があるのかなといな<じ> <laughs> <laughs> はい感じはありますからはい いう、えー、感じで考えるののがいいいかなと思いますね3三、えー、ってなるともっと字に行かですよねこれはすごいですよさっ,さっきの図すら嫌みたいなねこ、はい、れはだってね、まあ、絶対上げたくないみたいな、ね、端っこすぎるでしょこれ、はい、まあというはいそうですねってなるけどまあただ、えーまあ、字はしっかり確実に取ってますしまあそうですねでなおかつさっきと同じですよねえっ、ー、とおそらくスピード感があると。 精柱線上にありますのでこれだってもう締まれないですよねそうですね締まりだと大げまぐらいなのかな締まりはこうですかちょっと黒からこうそうですねそん,なそんな感じじゃないですかもう締まるとすればはい,はい、はい、ただ当然もう生きてる石もう完全に生きてる石なんで三ンサンはああそう見るんですね、まあまあ、そうですねまあ迫られたらなんか対象形に打っておけばいいですよね大体。えっと例えばこうだったらこうみたいなまあ例えばこうとかもしくはもう一路桂マにするとかが普通ですけどねはい大体これで困らないっていうか次挟むようなんで あんまり近寄るとちょっとどっちかというとかか,かっ,たった方があんまりよくないかなっていう感じもしますよね。ああそうなんですねあでもなんかこうなるとなんか最初のねこの三々に置いただけの形よりはこうなっちゃうとなんか感じがいいですね。まあ黒がいい、ね、ちょっと打つよなってきたなそうですねまあだから白を開くんですけどねこれ。やっぱり挟めると悪いですからねはい。 まあ、なるほど、えー。まあやめてもいいし、上辺開いてもいいですね。こんな感じ。はい。これも悪くないですよね。陣しっかり取ってる感じしますよね。もう一度狭いぐらいですか。うん、まあ広くても全然いいんじゃないですか。もっともっと広くてもいいかもしれない。これぐらいでもいいですか。はい、全然問題ない、えー、まあ打ち込みはありますけどね。あるけど、はい、肩とかもありますし、打ち込んで白が良くなるかどうかもちょっとわかんないですね。はい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 、なるほど。はい、狭いのももちろんありますよ。伊呂美津さん三三なんて打ったことあるんですか。 昔はあります,すよ <laughs> 昔は,昔は私はだから目外しを打ち始めてからはほとんど目外し,しか打ってないですけどもうそれこそ過去は星を打ってましたし小目とんかも勉強しましたよああそうなんですねはいは最近ちょっとあれでしたしねあの星の勉強してた時期もありますし星とは外しみたいなた、ね、そうですねはいずっと私あの両は外しを打ってたんですけどそうですねはい、はい、他の 着点と木くはずしの相性もやっぱり分かってないと真の木くはずし使いとは言えないかなみたいなね。へえ<ー>。気持ちでちょっと星と木くはずしの相性を勉強してた時期もあるんで今後小目とか三々とか高目とか。高目まで。まあ高目と木くはずしなんてまあシナジーありそうな感じは確かにそうですねシナジーはあるかもしれない、はいまあ、どっっっっちもやっぱり辺ににててる中央に力が強いっていう あのやつなななんで組み合わせによってはは悪くなさそうな感じはしますよねまあそうですねあでもそれちょっといいかもしれないですねだから高雄と雄外しを打って伊碁道さんはもう伊碁変態のその称号を欲しいままにしてほしいですねいやまあそうですねまあまあでもね高雄雄外しね、まあ、難しいですよね高雄ね高雄よりは私は雄外し派ではあるんですけど <laughs> まあ <laughs> あそうですか、はい、あくまで雄外しを輝かせるためにねいしし高雄を打つっていうのはあるかもしれない、ね、<laughs> 主役はしなんだ

木外しにはちょっとなんていうかたくらみがありそうだからかかりにくいみたいなねまあまあそうですね木外し勉強してるだろって感じするからそうですねで入らせないようにして最高のタイミングで木外し閉まるっていうこれは引き算の木外しなんですけど引き算の木外し私が勝手にちょっと作った言葉るんですか掛け算とどそのうち掛け算も作りたいですね割り算の木外しってあんま強くなそうだけどすごいなそれ。 えじゃあもしかして相手がもかずしを打ってくれたらなんか嬉しいんですか、はい、なんか例えばこんなこんな布石になったりしたら、はい、どういう気持ちになるんですかまあ私は嬉しいかな。だって勉強してますか仲間だみたいな。まあ仲間というかは私はまあ勝利しか見えてないですけど。ああなんだ。はい、別に仲間じゃないんですね。<う>じゃあ敵ではあるだかい 私以外全て偽物だと思ってまですか赤木の感覚と同じです。あすなるほどね。だから真のおかずはどっちかなんですよ。あじゃあこういう席になって、また偽物が来やがったっていう感じなんだボコボコにしたるわってなりますよね。まあでもボコボコにされるケースも多いですやっぱり。そのボコボコにしたるっていう気持ちがもう平常心じゃないですからね。ー打つにはやっぱり冷静じゃないといけないです切れてるから、切れ打ちしる状態。やっぱりその正しい状態ではないですね、本来の。 なるほどね。はい。まあそんな感じでね。はい。で、星根部で。ええー、なんか<で>まあこのごうさんさんをてしてまあモカーズですか。モカーズし。いよいよですね。モカーやっぱり私まあ得意なあれではありますけど、まあ偏見時代のところがモカーのいいところですよね。偏見時代も。もちろん偏りはあるんですよ。さっきのとおりあのもう炭によってないじゃないですか。全然。はいはい。めちゃ甘いんですよね。三三に入られるとほとんど味は与えてしまう感じなんですよ。こんなんで。なんで基本的には甘いんですよね。はいはい 辺に偏ってるんでそっち側の辺に影響力が強いっていう手なんですよそうですねなんか隅より辺を重視している感が、はい、そうですねなんでにあ、ね、あの隅の着点ですけどなんとなくそのもう厚みに近いというか高野、まあ、くんにも近い感じですねこっち側にある厚みみたいな感じで運用ができるっていうのがちょっと面白いですはい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 例えばこんなあ間違えた例えばなんか こういう厚みっていうことですか。そう,そう、そういう厚み。そういう厚みともうすでに想定して打てるって感じ、ね。おお<う>。相手が入って、まあ、逆側から入ってくるっていうか、かかってくるっていうのはほとんど打ちづらいじゃないですか。ここまで寄っちゃう。力か,かかってたらすごいですよね。そうですよね。で、しまっておけば、全然悪くないんで、これで。こうとか、こうとか,ですか。まあ、もしくは、こう、そうなん、そう、違う、普通ですね。そうすると、あの、締まりの硬いし、近寄ったことになるんで、相手は。まあ、そうですね。この石がなんかね。開いたとしても、なんか、はい。そうですね。だから、小目に、おお。 ゲーマ係した形にになりますすよねね目にあーそうです、ね、ここにかかって、はい、ここにかかって受けた閉まってというか受けたというか、はい、これ項目嬉しいはずですよね確かにはいなので、まあ、逆側からかかるのがまあなさそうだという感覚で打つと今回でいうと右辺側にね厚みがあるみたいな打ち方なんですよねはい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 、はい、なんでちょっともう壁として考えるみたいなね打ち方ができるんでちょっと面白いっていうふん、はい っていいうのはあるかなと思いますで壁として考えた時に壁としての力っていうのは当然右辺に向かってるんですよね今まあそうですねはいはいまあさっき言ったこの、はい、この形ですよね、はい、大体なんですけど小ゲー馬にシまると小ゲ馬にマる黒がシまると,黒がまるとこれあの壁としての形って上辺向くんですよあそうですね今度はこっち側になんというか、はい、なんていうんですか、はい、厚みがあるというかこのの方向を変えれるの面白いですねだから相手の出方によっていいやいや だからその木外しのね厚みを警戒したような打ち方をするんであれば逆が向いちゃえばいいみたいな、ね、おおなるほどあ,あそれちょっと面白いですねだから例えばだからこれ上に厚みがあるなと思って白がじゃあ厚みを消してやろうと思ってこういうとこに入ってくるとはい普通に締まればなんか締まりの価値の低い方に石持ってったよね白くんっていう感覚なんですよねおーなるほどもちろんこれで別に勝てるって男は簡単ではないんですけどこういう 考え方で打っていいけるというか変幻自在な感じはあるんですよねいほどその締まりもいろいろ種類がありますしね上辺なのか右辺なのかが変幻自在っていうことなんですねそうですねへ、はい、えー、っていうのが面白いまあ逆に言うとさっきのその厚みだったのが実利にもなってますよねこの場合だとああそうですねこれは、ね、締まれば実利と。 ののの空間は黒のものですからね、はいまあ、だから、まあ、運用は難しいですけどね厚みでも実利でも打てなきゃいけないし状況によって閉まらないと、まあ、入られたら悪くなる曲の面も多いんでやっぱり偏りのある弱点なんでねはい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 、はい、この締まりの点が素材になる点が点がそうですね、はい、だ上手に閉まる上手に閉まらないみたいなのを考えるのがもうかつて面白い, <laughs> まいだからまあ相手にかからせて これを誘導してそこれを誘導して難しい定石持ってくとかあとはその掛けですか桂馬掛けっていうのがあるんですけど高目に打るのがこれがつまり次手に抜きにくい強制力の高いそうですねこうなっちゃうのは嫌ですよねそうですねまあフォースが強いっていうんですけどこういうのは私うフォースが強い手なんですよね相手にこうどうしても受けたくなっちゃうはいうの利用して局面を誘導するとかね ここで伸びて、まあ、例えば飛び出すぐらいまでは普通の形なんで黒伸びてた、えー、と白飛び出すみたいなね、まあ、これが普通の定石なんですけどはい、はい、これが、えー、だから白の位が低いですよね3線に3つ石を置いた形になるんではい、はい、この白がぺしゃんこになると悪そうな局面に誘導するときに柿を使ったりとかあそんな感じで使うんですよね。はい でもうっかりそこを考えないでかかっちゃうともう掛けから先はそのさっき言ったというフォースが強いんではい、はい、途中で変化しにくいみたいなねははははいはいはい、はい、はい、そういうのが木始のいいところではありますよね。うーんなるほど。はい、このカけられた瞬間ハウ、まあ、か出切、まあ、りとかですけど出切りは基本的にはちょっと白悪くなるんでこれ。結局だから石がぶつかり合ってる状態で次黒番っていう時点であんまり黒悪くなりにくいですよね。 まあそうですよね。これ、横に向かり合って、はい。横に伸びるか、えー、押さえるかとかが一般的ですね。あ、当ては良くないです。抑さえってどのようなことですか？あ、<で>これか。天はだからそうです。そうっていうのかね。はい。で跳ねて、跳ねて、た跳ねて一回跳ねて、跳ねて、はい。次いで、次で、はい。一気に飛んで断点守ってみたいな感じですね。で白は伸びてみたいな感じかな。 どっちこっちですか？どっちもあるかな。っそっち伸びたら、えー、あ,あ、そっち伸びたら、えー、受けるのかな。普通に一軒に飛ぶとか。まあさっき言った穴開ける。これ出ましたね。はい。今度は出切りが全く怖くないから穴開けてるんですね。上からてててれこれる。将来的にも怖くないって言ってるんですか。そ,れそうです。上から当ててけるから。なるほど。これが右から下からから。はい。これ取れてますよね。完全に線に向いてるんで。はいはいはい。はい。これ完全に取れてるんだったらそんな問題ないってことですね。なるほど。この将来的に白が例えば、はい。 こんなんあ,あ間違えた白がどん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 こう強くなっていっても、はい、この出切りは一生ないよちょっとそ,そこにこれスなんかちゃうとお、ね、こうあるあれか。あれそうですね。ちょっと今例がよくなかったな。たなそうですねまあそ,のそこに飛ばないのもありますけどね。はい、下に2線に二、えー、軒に飛ぶとか1軒に飛ぶとか、はい、そういうのもありますけど。みたいな打ち方をするのが普通ですね。えー、こうすると、えー、隅がちょっと負担ですよね。 はいはいえっと隅がたと、はいね、えばどういうなんかこういうの嫌ですよね。そうですねこれあのそうですねあの切り行かなきゃなんないんでその二線え違三千か三線の黒のあたりのとこ切っていかなきゃな,なりますよね白これをはいだし上下ついであうんそうですねついで逃げてで上からビチビチっと当てて左からあ当たり当たりです当たり当たりを決めて はい、で、なんかかけつぐとか、ええー、桂馬に外すとか、<れ>まあ、片付きでもいいですけど。はい,はい、はい、これは。黒良さそうですからね。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。はい。中央の白、子が浮いてるのがちょっと嫌ですよね。そうですね。ここからまた動き出さないといけないと思うと、はい、いつかはね。はい、そうですね。隅、黒一軒に飛んだら、庭になっちゃいますね。ここ。えっと、さらに、こう。はい、これ、受けなきゃなんないですね。掛け目になっちゃうから、つけられると。えっと、つけて,て。 ているのこれは手抜くの抜くとこの付けそこですそこそこですはい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 ああそうかこれが取ったとしても掛け目になっているとそうですねこれ取っちゃうと死んでしまうのでなるほどはいまあ、ちょっとこれはまあ打線ですけどもはいみたいな感じで、えー、石ぶつかり合ってるんで基本的にはあの出切りはそんなに恐れなくていい恐れない感じですねあ<ー>はいまあ、これはこんな感じが木削しですねまあフォースと、えー、変幻自在さ 決まりの。宣言自在。はい。<laughs> は,いは,いはい。っていうのを使っていくって感じなんですよね。<laughs> は,いは,いはい。はい、はなるほど。難しいですけどね。相手が高くかかるか、低くかかるか、さん入ってくるか、外してくるか。で、しまれるか、しまれないかとかを考えて打たなきゃならないんで。まあ、みんな打たないのは、そういうのが難しいっていうのがあるとは思うんですけど。<laughs> は,いは,いはい、はい、はい。はい。でも、使えると、まあ、相手が嫌がりますしね、面白い。 着点かかななと思いいまますすよよああ嫌がりはあるかもしれないですよねやっぱり勉強量が多分違うなっていう感じがまずしますよね。そうですね最初に木外し打ってくるってことは絶対木外しこいつ勉強してるだろうっていうね。なるんで、はい、ちょっと心理的なねあれもあります。で次は、えー、高木ですか高木<目>、はい。これも私はそんなに勉強してないですけど高木も木外しと意図はかなり近いですよね。あの県もしくは中央に 力が強いっていう。着点です。ただ、木阿土氏より、ちょっと、その。変幻自在さ。っていうのは、薄れるかな。中央に強くなった代わりに、えっ、ー、と、だから、その地の。強さっていうのは、ちょっとなくなって,いくかなっていう、ね。いああ、なるほど、木阿土氏だったら、地にも。まあ、しまればいけたけど。そうですね。高木だとね、締まりが。ちょっと気が利かないですよ、ね。一な締まりがね。うううそうですね。そうなりますよね。一見の締まりになった時に、まあ、ちょっと隅のね。 えー、隅っていうか辺からの係カみたいのもあったりして、ね、若干その締まりにしても甘さのある締まりになるわけですね。ねはい、っていうのが出てきたりとかこれは全然の高目は悪いわけではないんですけど。 はい、そういう意味で若干その締まりがね、こげマーじゃないとか。うんうん、はい、あと方向もちょい選びにくい感じもなくはないっていうようなところもありますよね。ねこっちの方向しかね、なさそうですよね。そうですね。逆は締まりからだと難しいですよね。まあ、高目自体、う,うん、うもしくは。もっとその。上辺側に打つとか、うそういうことですね。になるので、まあ、ちょっと。まあ、方向、まあ、選べなくはないですけど。はい、若干なんか、その、無理してっていう感じになるかもしれないですね。 その代わりやっぱり中央に圧倒的に近いですし相手もなんか潜り込むような形しか基本的にはかかりがないのでこうかこうかうんですかねまあもう一度外すのはありますけどこうはい三三に戻ってねこうこれはちょっと不利な形に感じますからねかかった側がで開いてさっきの三三に近づいてかかったのと似たような形になるうですね確かに若干かかった側の妥協がありますよね うーんみたいなところがあります。なんであの本当に中央で打ちたいともう勢力で俺は打つんだっていう人は高目が向いているかなって感じがしますね。はいはいはい。はいはい、まあ反面だと地には甘いと。おかずし以上に甘いですかね。あ、は、と、い、から地の碁にするっていうのはなんかちょっと意図がまあ高目で打ってそうするんだみたいなところはあるかも。うーんそうですね確かになんか。 ですね、これからこの後で隅を囲って、ねはい、頑張ろうとするのはなんかまあまあまあね、まあ、このね片方片項目ぐらいだったらなんとかねあの小目から一見にまりましたと言えなくはないので絶対ないとは言えないんですけど、まあ、ちょっとね三々に入られたりする意図もあの部分もあるんで、はい、ちょっと目外しに近いけども若干やっぱり中央勢力よりっていう感じがしますね。みたいなのをやっぱりこう。 自分の打ちたい子によって使い分けてほしいというのが個人的にはあるんですけどもう元井さんはそんなにこだわりはないというところないですねなわけですねはいなんでですかちょっとこの,<れ>この30分ぐらい終始ピンときてなかったいやーなんでだろうな <laughs> そこよく分かりやすいですがじゃあスナーの皆さんのご意見も伺いたいですねピンときた方いましたいやダメですよそ,です、ね、その伊賀道さんのねその八段という肩書きにビビってあっ のなんで、うん、なんで人来ねえなって思ってる星人もいるはずなん何でもいいかいやもちろんねそういう人がいるのも分かるんですよその最初じゃなくて要は中盤戦を楽しみたいってい人はまあ序盤のね次の弱点なんてどうでもいいっていう人もいるかもしれないとは思いますはい,、はい、はいはいはい はい、だそういうタイプなのかもしれないですね、本さんあ、なるほど、確かにそうかもしれないですね何。何のために5を打ってるのかってことですね。<laughs> 何のために5を打ってるか、はい、そうですね、はい、それは確かに何のためなんですかね、はい、少なくとも隅, <laughs>、はい、隅の弱点をどうこうするかではないということですかね、私はもう関、関西を最強だと証明するために5を打ってるんで、<laughs> まあ隅の弱点にこだわるのは自然なんです、ね、<laughs> なるほど、そうか、そのために切れ、はい、打ってるんですね。切れ打ってるわけですね。あそうか、はい そうなんですよ。数を稼がないとね。正線<う>な,な,なんですね。じゃあ伊呂美さんにとっての伊呂は,い、はあそうそうですね。そう、ね、ち,ょちょっとあの宗教的なあれが難しくなってきますけどもはい。そうですね。なるほど。ジハードをやってるんですね。ジハードをやってるわけです。なるほど。<笑><笑><笑>大丈夫かな <laughs> ち,ょちょっとピンときたかもしれない。<laughs> いやそうですね。そうかいややっぱりなんか話してて思いますけどこだわりないんですね本 <laughs> 井さんは。<laughs> いや<ー>ないですね。みんなないみんなないとあってほしいないであってほしいないやでもみんなあれじゃないですかその こうううういい語が好きだからって人はあるわけでですそね確かにねプロの厚みが好きとか字が好きとか風もいやどうなんですかねそれがあったら要はそういう語にするために着点を選ぶわけじゃないですか確かにはいないんですかいやでも多分その棋風を見ればこの人は字が好きなんだろうなとか厚みが好きなんだろうなとかって思ってもらえるはずなんですけど 自分的にはそんなにそうそうそう特そ別うなでい,いですかねその信念のようなものはない,い,い、ね、信念っていうのはそこまで私はないですけど別になんか勝てれば何でもいいかなみたいなまあ,まあまあその考え方好きですけどねなるほどね隅の弱点どうでもいい派かどうでもいい派ちょっと尺八段とはいえなんかその例えば何ですかね、はい、あの一般的に打たれないところ高木とか木鈴とかはまあ、はい まだまだ一般的に全然打たえるところなんでいいと思いますけど例えばねあの、はい、い,いっとプロの間でも流行したブラックホールみたいなやつとかあと何ですかまあでもそれぐらいしかないかそのそれ以外の部分6の7とか七の七とかまあまあ、ね、8の8みたいな、ね、そういうところはあんまりねはい。はい まあそうかそれはそもそも隅の弱点じゃないですけどあんまりねはけないですけどな,な,んでなんでですかこだわりないのに逆になぜなんですかね <laughs> いややっぱりっぱ勉強しにくいからかな勉強してないですもんねまあまあまあそれはわかりますけどねまあ星勉強するというのはただあれですよね、まあ、ちょっとなんか元井さんのクレーバーさが出てる感じはしますけねううすやっぱ星打つ人めちゃくちゃ多いからいそうそう必ず星はいいんですよねうん はい他の勉強するとだって自分の着点を勉強しなきゃやんないし星も項目も結局勉強しなきゃやんないじゃないですかそうです結局星からは逃れられないんですよ人はそうですねだから星打つっていうのがあの最小のエネルギーであの上達するっていうのはその通りだとそうかもしれないですね確かに項、はい、目の勉強半分で済みますからね項目は相手が打った時しか勉強しなくていいそうですね,ですね、はい、ただそういう人をかもにするのがやっぱ目外なわけですねだ勉強してないから。<laughs> まあ確かにそうですね <laughs>、まあ <laughs> そ,すね、まあ、そこはっと難しいですねなんか効率は良くないとはその通りだと思いますうんなるほど、ね、まあでもそれでね八段まで上り詰めたわけだからまあ私はそのこだわっていや愛があっていいですね、まあ、そうですね、まあ、まあ面白いですからねまあでもあれですけどねネット後だとやっぱりあの見た瞬間投げる人もいますから<あ>えそれって八段とか七段とかそういう講談の間でもいますか ありますよ6七ぐらいだと全然あるとあ,あそうなんですねそれ定段だから起きてるのかと思ってましたけどいや,やっぱりなんか、まあ、まあ初手はともかくとして2手目ぐらいまあ、だ両目外しを打つと投げるっていう人はいますねいや即投げくいますねそれを見て投げてるのか分かんないけどいま,、ね、まあそうですねだから2手目まで見て投げてるっていうことはだからあんまり詳しくないから嫌だなと思って投げてるんじゃないかと思いますはい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  クソがあってなりますけどね <laughs> <laughs> まあ確かにいやそれもねなんか勝ちに換算されるのであればもか寿司最強ですけどいやでもそれは勝ちにならないんですね <laughs> それがねそう勝ちにならないからよくないですよね、はい、そうですね2手目を見た以降の投げは勝ちになってほしいです、ね、ああそうそうそうっそうそうそうそ, <laughs> そうそう、ね、そうそう勝ちそう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 すね投げてくれるからうんはいただ投げ得なんですよね現状 そうそうそう,そうまあそう、ね、これ知らないから投げちゃえでかね、はい、通用してるのがちょっとよくないですねなんだったら白番だったら投げてるやついるんじゃないかって配あす、ね、あそうそうそれもねありますようんはいだって言っても打ってないのに投げてくる人いますからねそうですねちょっと釈然としない気持ちになる、うん多いですよねそういう人まあネットだからしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないですねはい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 まあでも逆に言うとねリアルだと投げれないわけですから <laughs> まあ確かに <laughs> はい、リアル向けではあるんですよね。木 <laughs> う目外したら嫌だなと思うわけですよね。うん、ドキッとしますよね、はい、多分。そうそう、対面の体験で,でもう、ちょっと有利なんですよね。なるほど。それは、勉強してるとかしてないとかじゃなくて、平常心じゃなくなってるんです。はい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 ,、はい、はい。目外しを見た瞬間に相手はとがめてやろうという気になるんですよね、ちょっとやっぱり。まあそうですよね、確かに。うんはい、でも本来、その次の着点って、まあ、どの着点もそうですけど、とがめられるものではないので。 まあ、そうですよね。だって、その古くからね、はい、打たれてますからね。そうです。普通の手なんで、全部。まあ、は,いはい。そう。そし天元でさえそうですよ。咎めような。通の手ですか。まあ、普通の手です。まあ、咎めようなんて、おこがましいですから。まあ、何が悪いのかも分かってないの。咎 <laughs> め,めるっていう、感覚は、確かにないですね。そうですね。まあ、うん、でも、やっぱり、ちょっとなっちゃうんですよね。そして、天元なり。もう、数しなり高もくってなると、はいはい、舐めやがってみたいな気持ちが、やっぱり、アマチュアにはあるんですよ。まあ、まあ、確かに。はい。 なんでまあそういう弱点のまあ良さもあるんですよねだから相手のその体を崩してるんですよもう打った瞬間ああ<ー>、はい、もうちょっと平常心ではなくなってるっていうねなるほど深いなはいなのでもう数値を打たれてもまあ平常心で打ちましょうとなかなか難しいです <laughs> はい。確かにメンタル面大きいですからね囲碁はそうですねやっぱりなんかこのクソ で、なんかちょっとうまくやってやろうって思うと、もうダメですよ、ね。あ、うん、確かに、その気持ちがあるとね、<う>失敗することも多いですから。ね、はい、誠実じゃないですかね。もっと一向に真摯にならないと、やっぱりいい。いや、えー、そんなこと言うの。異語変態なのに。いや、いや、いや、私は基本的には誠実な男ですよ。あー、そうなんですね。はい、もう、私も、あの、サブ垢すらちょっとどうなのって思ってるくらいの。<laughs> あー、その話もまたいずれしましょう。じゃあ。原理主義者ですから。<laughs> <laughs> 原理主義すぎる、ちょっと。 いいと思いますけどね。い, <laughs> いいと思いますけど、はい。この神様が微笑んでくれるかは別のお話っていうす <laughs> 怖すぎる。いやいや。じゃあそんな感じですかね。まあ、隅の弱点と私の熱い思いを、はい。はい、って。はい、なんかあんまピンとこなかったですね。ピンこのコーナーは多分10回で終わりだな。なまた第2回やってください。 あのまた別の説得力のあるあの説を持ってきてくれればいつでも聞きます。いやいや、多分なんかもう、宗教的にそんな感じで。いや、そうかもしれない、対立があるかもしれない。そう,そうですね、まあ、全然構いませんけども、はい。まあ、そんな感じでねリ。リスナーにね、どれぐらい五道さんの見方がいるのか気になりますけどそうですね、みんなちょっとだから隅の弱点ね、こだわりがあってっていうか、こういうとこが好きでこう、ね、小目を打ってる、星を打ってるね、まあ、高木とかも関して何でもいいですけど、打ってるっていう人がい、ね、るからだけで。すよ いやまあそれでも別にいいんですよでも悪いわけじゃないそれも一つのこの楽しみ方ですけ、ね、<laughs> でもせっかく自分で選べるんですからあ,かかあまあ確かにそうですね,ねはいなかなかねそのなんていうか人生で自分で選べることって少ないんですよねやっぱりこういろいろ不自由があって,あいいってはい、はいはい、その中でそのこの着点は自由に選べるんですよ確かにだから選んでほしいなっていうねまあ八段ともなるとそういうことを思ってしまうわけなんですねすごい高みにいますね そう,そうですね「ね高み」って言われちゃうとなんかちょっとあれですけど <laughs>、はい、なんか感じ悪いですねど <laughs> 上から見てるみたいないや,いやいやなんか <laughs> でも教育者としてなんか正しい精神性な気がしますねそうか正しいけツか適当なこと言った気もしますが <laughs> はいそんな感じでね、はいはい、皆さんちょっと、はい、自分なりのね趣味の着点なり、はい、こだわりがある方がいればまあ趣味の着点にこだわらずねまああの 3連生とかね中国流が好きなんだっていう人はまあ似たような感じですよねやっぱりはいはいはい、はい、まあその辺をちょっと、えー、ご連絡いただければね、はい、今後ちょっとあのご連絡フォームみたいのも YouTube に作る予定でであそうですのほでそうだそうだ多分この動画にはついてると思うんですけどあす切れ打ち囲碁ラジオの投稿フォームをねああの整備しましたので寄付を送ってくれる方とかあと寄付以外でもあの感想のお便りだったり あと企画案ですね、すねこんな企画やってくださいとか、その他、はい、あの文句でもいちゃもんでも、まあ、何でもお受け付けている投稿フォームを用意したので、ぜひ概要欄のリンクから回答してみてください。はい、お願いいたします。もちろんねあの、YouTube の方のコメントの方にね、えー、書いてくれてもいいですし、すね、<で>直接書いていただいても大丈夫です。 リアルタイムのコメントも全然構わないんですけど。確かに。やっぱりね、あのみんなが見えるコメントでは言いたくないけど、もうボロクソに言いたいみたいなね。ああ、かちろんです。色をね、あの送りたいとか、まあそういうのがあればあの投稿フォームの方を使っていただければと思います。はい、ぜひお願いします。はい、じゃあそんな感じで今日はなんか他にありますかね、元井さん。今日、今日ですか。はい。もう結構やってます。もうないです。じゃあこんな感じでよろしいですか。はい。 はいそんな感じでじゃあ本日はえここまでということにえなります皆さん聞いてくださってありがとうございましたえっと何て言うんでしたっけよろしければえチャンネル登録えまたいいねボタンとかよろしくお願いしますはいお願いしますはいよろしくお願いしますじゃあえこんなところですかね、はい、はい本日はここまではいまた次回の「切れうち囲碁ラジオ」でお会いしましょうパーソナリティはえ私囲碁道と元井でした はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。